それで大丈夫です、はい、そうです、いいですか、ご出席ありがとうございます。これより会議を開きます。日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件、特に日本国憲法の改正手続きに関する法律における3つの宿題について調査を進めます。この際お諮りいたします。本件調査のため内閣官房内閣総務官室内閣総務官河内隆君、人事院事務総局職員福祉局長井上徹君、総務省自治行政局公務員部長三輪和夫君、総務省自治行政局選挙部長米田浩一郎君、法務省大臣官房審議官萩本治君、法務省刑事局長稲田信夫君、文部科学省大臣官房審議官山脇義雄君、文部科学省初等中等教育局長布村幸彦君、及び文部科学省高等教育局私学部長小松慎二郎君の出席を求めて説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次に本日の議事の順序について申し上げます。まず選挙権年齢成年年齢の18歳への引き下げについて政府等から説明を聴取し自由討議を行った後、公務員の政治的行為の制限と国民投票運動をめぐる問題及び国民投票の対象拡大について順次同様に進めることといたします。それでは選挙権年齢成人年齢の18歳への引き下げについて政府等から順次説明を聴取いたします。まず衆議院法制局法制企画部長立花幸信君。立花君、衆議院法制局の立花でございます。ご指示に従いまして、いわゆる3つの宿題についてご説明申し上げます。まず3つの宿題とは何かでありますけれども、これは憲法改正国民投票法の制定過程において議論されてまいりましたいくつかの論点のうち、国民投票法制定後の課題として残された法整備に関する問題で、いずれも国民投票法の不足に検討条項として規定されているものでございます。まず一つ目が附則第3条に定められております18歳選挙権実現等のための法整備でございます。先生方お手元配布の集権紙73号表紙と目次をおめくりいただきました1ページ目に条文を掲げておきましたので、ご覧いただければと存じます。まず憲法改正国民投票法の本則第3条におきましては、憲法改正国民投票の投票権者は18歳以上とされております。しかし世界各国の年齢条項の修正等にも鑑みて、公選法の定める選挙権年齢や、さらには民法の定める成年年齢などもこれに合わせるのが適当ではないかとの観点から、この附則第3条が設けられたところでございました。その第1項では、まず国はこの法律が施行されるまでの間にと定めて、この規定による法整備の期限、いわば締め切りを規定しております。この法律が施行されるまでの間というのは、本法が成立し公布されました平成19年5月18日から起算して3年を経過する日、すなわち平成22年の5月17日までという意味でございまして、現時点においてはすでに溶かしていることになります。次にこの条文では、年齢18歳以上20歳未満の者が国政選挙に参加することができること等となるよう、公選法や民法その他の法令の規定について検討の上、必要な法制上の措置を講じなさいということが定められております。すなわち先生方にここでご留意いただきたいのは、この附則3条1項では国民投票の投票権年齢が本則第3条で18歳とされたことを前提として、選挙権年齢も18歳に引き下げるべきこと等と明示していることでございます。なおここで等と申しますのは、その直後に民法を明示していることから、
民法の成年年齢につきましても、基本的に18歳に引き下げるべきであるという趣旨であり、このことは、提出者の先生方において、その旨のご答弁がなされているところでございました。従いまして、この規定によってその後の検討に委ねられているのは、公選法の選挙権年齢や、民法の成年年齢の引き下げの是非それ自体ではなく、それを引き下げることを前提とした上で、一つは公選法などの年齢引き下げがここで明示されていない他の法律、例えば少年法や未成年者喫煙、飲酒防止法など、その他の法令のどこまで及ぶべきかということ、もう一つは公選法などを含めて年齢を引き下げるべきとされた法律について、その改正法施行のための準備期間や環境整備はどの程度必要かといった事項であるというのが、最終的に成立した当時の自民公明案のみならず、当時対案として提出されていた民主党案を含めた双方の提出者の共通のご理解であったと存じます。その上で、この条項に基づく法整備は、各省庁の所管するさまざまな現行法令に及ぶことに鑑みて、まずは政府部内で検討し、本条項の定める期限までに内閣提出法律案として整備法案を提出すべきこと、そして本憲法審査会はそれを監視し、督促するべきことと考えられていたところでございました。さて、このように、この年齢引き下げのための関係法律の整備法は、この附則3条1項の規定によって、3年間の準備期間の間に成立させなければならないものとされておりましたが、法整備3年以内にこれが行われた場合であっても、その施行までにはさらに一定の周知期間を要することが予想されておりました。そこで附則3条2項では、現行の法制上の措置が講ぜられることを当然の前提条件とした上で、それらの改正法律が施行されるまでの間は、経過的に憲法改正国民投票も20歳投票権で実施する旨の経過規定が設けられていたところでございました。しかし、そもそも18歳選挙権実現のための公選法改正や民法改正のための整備法が成立していない現時点におきましては、この現行の法制上の措置が講ぜられという前提条件自体が達成されていないため、国民投票が実施できるかどうか判然としないという不完全な状態に置かれていることになるかと存じます。このような状態に関する、このような現状に対する評価はもちろん各党各会派において様々であることとは存じますけれども、しかし、いずれにいたしましても、このような状態は、本法の制定当時は全く考えられていなかったことであるかと存じます。以上、憲法改正国民投票法附則3条の意味と現状につきまして、先生方ご議論の前提となる基礎的なご報告をさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。次に、内閣官房、内閣総務官室、内閣総務官、河内隆君、どうぞ。おはようございます。内閣総務官の河内でございます。内閣官房として政府全体の取りまとめをする立場から現在の検討状況につきましてご説明を申し上げます。平成19年5月に公布されました日本国憲法の改正手続きに関する法律の附則第3条におきまして、法律の施行までの間に選挙権を有する者の年齢を定める公職選挙法、成年年齢を定める民法、その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるとされたところでございます。これを受けて政府といたしましては、お手元の資料1にありますとおり、平成19年5月、内閣官房副長官の下で、各府省、事務次官等を構成員とする年齢条項の見直しに関する検討委員会を設置し、20歳以上、20歳以上などの規定を有する法令の年齢条項について、総合的な検討を行ってまいりました。しかしながら、平成21年10月の法制審議会答申におきまして、民法の成年年齢引き下げについては、直ちにこれを行うことは適当ではないとされたこともあり、国民投票法が施行された平成22年5月まで、さらには、法施行後3年が経過した現時点でも、必要な法制度上の措置を講ずるには至っておらず、この点については大変申し訳なく思っております。政府といたしましては、年齢条項引き下げに関する国会における議論も踏まえ、引き続き関係法令についての検討を進めるとともに、法制審議会答申において指摘されました、消費者保護、教育など成年年齢の引き下げに向けた
環境整備のための施策を積極的に推進をしているところでございます。テーマごとに具体的に申し上げます。2の対象法令の検討状況についてでございます。政府の検討委員会では公職選挙法や民法、少年法をはじめとして法令上20歳以上などの年齢に関する条項について総合的に検討を行っております。資料2をご覧いただきたいと思います。その対象法令数は現時点で343であり、内訳として法律が208、政令が37、不祥令が98となっております。このうち9割につきまして各府省庁における検討が終了しているところでございます。第5回検討委員会が開催された昨年の2月時点と比較いたしますと、法務省所管の国籍法や性同一性障害者の性別の取り扱いの特例に関する法律、厚生労働省所管の特別児童扶養手当との支給に関する法律等について検討が終了したほか、新たに成立した法令が加わるなどの理由により検討対象の法令の数も若干変わっております。対象法令数は多いものの、この中には条文上具体的な年齢を規定せず、公職選挙法における選挙権年齢や民法における成年年齢の規定を引用しているため、公職選挙法や民法の改正に伴い自動的に年齢が引き下がるものも数多く含まれております。このように年齢引き下げには法令改正を必要としない法令も多くなっております。具体的に申し上げますと、資料2の2枚目にありますとおり、法律欄を見ていただきますと A のところの下に括弧うち要改正括弧と書いてございますが、これは検討が終わったもので、実際にそれを実現するために国会に法案を出して法律を改正しなければならないものの数を記載しております。一番下でございますが、ご覧のように現時点で年齢引き下げを行うために法令改正を必要とするものは法律12本、政令3本、府省令5本程度と考えております。もとより B の欄にありますように、まだ検討が終わっていない法令がございますので、検討結果によってはこの数が増える可能性はございますが、全体343という数に対してはさほど多くの数ではないという点をご認識していただければと思います。3番目が成年年齢の引き下げに向けた環境整備でございます。平成21年10月の法制審議会答申におきまして、民法の成年年齢につきましては18歳に引き下げるのが相当であるが、消費者被害の拡大の恐れ等の問題点の解決に資する施策が実現されることが必要であるとされたところでございます。法制審議会で指摘されました民法の成年年齢引き下げに向けた環境整備につきましては資料3をご覧いただきたいと思います。関係府省において各種施策を推進しているところでございます。例えばその2ページ、文部科学省においては学校、地域、家庭における消費者教育の推進に取り組んでいるほか、1ページ、法務省、国税庁、金融庁などにおきましてもそれぞれの所管分野におきまして学校教育における法教育、租税教育、金融教育等を推進してきております。また4ページ、消費者教育につきましては昨年12月に施行されました消費者教育の推進に関する法律に基づき、消費者教育の推進に関する基本的な方針が策定段階にあるところでございます。平成24年2月の第5回検討委員会から約1年3ヶ月が経過し、その間2回にわたって開催された本審査会の幹事懇談会でのご指摘をも踏まえ、昨日年齢条項の見直しに関する検討委員会の第6回を開催し、各府省における検討状況や環境整備に向けた施策の推進状況について改めて報告を求め議論を行いました。その結果、公職選挙法、民法、少年法における年齢条項の取り扱いにつきましては、それぞれ国民生活や社会全体に与える影響も大きいことから、これら3法における年齢引き下げについての社会的影響を踏まえ、国民意識の醸成等の環境整備を一層進める必要があるとの認識で一致し、今後も引き続き年齢条項の見直しに向けた取り組みを進めるとの方針が改めて確認されたということを報告させていただきたいと思います。今後の対応といたしましては、昨日の検討委員会でも確認された方針に沿って、各府省においては、所管法令における年齢条項の取り扱いについての検討作業を進めますとともに、それぞれの所管行政において必要な環境整備の取り組みや施策を効果的に進めることにより、年齢引き下げに向けた国民意識の醸成や見直しに向けた各般の環境整備を進めることとし、その効果の評価・検証を進めていくということとしております。また、公職選挙法、民法及び少年法における年齢条項の取り扱いにつきましては、総務省、法務省、内閣官房において今後の対応方針について早期に結論が得られるよう引き続き検討を深めてまいります。私から以上でございます。はい、ありがとうございました。次に総務省自治行政局選挙部長米田浩一郎君、
米田君。総務省選挙部長でございます。私からは選挙権年齢の引き下げに関する検討状況についてご報告させていただきます。先ほどもご報告ありましたとおり、平成19年5月の日本国憲法の改正手続きに関する法律の成立後、政府におきましては同法附則第3条第1項を踏まえ、公職選挙法、年齢、成年年齢を定める民法、その他の法令の年齢条項について検討が行われてきたところでございますが、平成22年5月の同法の施行を経て今日まで、公職選挙法、成年年齢を定める民法、その他の法令の規定について必要な法制上の措置を講ずるに至っていない状況でございます。選挙権年齢の引き下げにつきましては、法律体系全体の整合性を図りながら進めていく必要があります。仮に民法の成年年齢や少年法の適用対象年齢と選挙権年齢とにずれが生じることとなりますと、総務省としては次のような問題があると考えております。まず選挙権年齢と民法の成年年齢につきましては、社会的経済的に自立しうる主体と認められないものである民法上の未成年者に対し、成年者に保障された政治への参加資格である選挙権を認めることとなり、社会的な常識に照らして適当でないと考えられます。また選挙権年齢と少年法の適用対象年齢につきましては、原則として刑事責任を問われず保護処分とされる少年法上の少年に対し選挙権を認めることは適当でないこと、具体的には選挙運動が認められることとなる18歳19歳の者が犯罪を犯しても刑事罰が科されないこととなる場合の選挙運動等に与える影響についてどう評価すべきかといった課題が懸念されるところであります。なお諸外国におきましても、選挙権年齢、民法の成年年齢および刑事手続きにおいて少年として取り扱われなくなる年齢は、例えば G8 では原則として一致しているところであります。従いまして、選挙権年齢の引き下げにつきましては、総務省としては民法の成年年齢や少年法の適用対象年齢との整合性の観点からこれらと一致することが適当であり、また引き下げの時期についても一致することが望ましいと考えております。以上でございます。はい、ありがとうございました。次に法務省大臣官房審議官萩本君。民事局担当の官房審議官でございます。法務省における民法の成年年齢の引き下げに関する検討状況についてご説明いたします。平成19年5月に成立し公布がされました、いわゆる国民投票法の附属第3条の規定及び同年11月に開催された政府の年齢条項の見直しに関する検討委員会における決定を踏まえまして、平成20年2月法務大臣から法制審議会に対し民法の成年年齢の引き下げの討議について諮問がされました。この諮問を受け、法制審議会に専門の部会である民法成年年齢部会が設置され、民法の成年年齢の引き下げの討議等について調査審議が開始されました。民法成年年齢部会においては、教育問題や消費者問題の専門家、若年者の研究をしている社会学者や発達心理学者などからの意見聴取が行われたほか、部会のメンバーが高校や大学に赴いて高校生、大学生との意見交換が行われました。また平成20年12月には成年年齢の引き下げについての中間報告書を取りまとめ、これをパブリックコメントの手続きに付して国民の幅広い意見を聴取しながら検討が進められました。そして合計15回の調査審議の結果、平成21年7月民法成年年齢部会において民法の成年年齢の引き下げについての最終報告書が取りまとめられました。法制審議会の総会においては、部会の取りまとめた最終報告書を踏まえて民法の成年年齢の引き下げの討議等について2回の審議が行われ、平成21年10月法務大臣に対して答申がされました。法制審議会の答申の内容を申し上げますと、答申は民法の定める成年年齢についてはこれを18歳に引き下げるのが適当であるが、現時点で成年年齢の引き下げを行うと消費者被害の拡大などさまざまな問題が生じる恐れがあるため、引き下げの法整備を行うには若年者の自立を促すような施策や
消費者被害の拡大の恐れ等の問題点の解決に資する施策が実現されることが必要であるとしております。その上で民法の定める成年年齢を18歳に引き下げる法整備を行う具体的時期については、関係施策の効果等の若年者を中心とする国民への浸透の程度やそれについての国民の意識を踏まえて判断するのが相当であるとしているところでございます。ちなみに法制審議会における調査審議がされていた平成20年7月に行った世論調査によりますと、成年年齢を18歳に引き下げることに約8割の国民が反対している一方で、一定の環境整備が進めば成年年齢の引き下げに賛成というものが6割を超えるという結果が出ているところでございます。民法の成年年齢の引き下げを行う場合の問題点を解決するための施策としましては、まず第一に消費者被害の拡大の恐れ等の問題点を解決する観点から、消費者庁による消費者行政の充実に向けた取り組みのほか、改定がされた学習指導要領に基づく消費者教育、法教育、金融経済教育等の充実に向けた取り組みなどが行われております。また第二に、若年者の自立を援助する観点から、子ども・若者育成支援推進法に基づく若年者の総合的な支援に向けた取り組みなどがされております。もっともこれらの関係施策の効果が実際に現れ国民の間に浸透するのにはなおある程度の時間を要するものと考えられます。法務省といたしましても法制審議会の答申も踏まえて法教育の充実に努めてきたところですけれども、引き続き関係省庁とも連携を図りつつ民法の成年年齢の引き下げに必要な環境の整備に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。はい、ありがとうございました。次に文部科学省初等中等教育局長布村幸彦君。布村君。ご説明いたします。お手元に小学校から高等学校までの教育課程における憲法教育等についてという一枚紙とそれを説明いたします。束になってございますけれども、小学校から高等学校までの教育課程における憲法教育、法に関する教育、消費者教育に関するそれを学習指導要領の主な記述をまとめた資料と2つをお配りさせていただいております。一枚紙によりご説明申し上げます。憲法に関する教育につきましては、後ろに添付させていただいた資料のとおり、学習指導要領に基づき小学校、中学校、高等学校の各段階の社会科、公民科などにおきまして、日本国憲法の基本的な考え方、議会制民主主義や選挙の意義、主権者としての政治参加の重要性などの学習を行っているところでございます。また法に関する教育、消費者教育につきましても社会科、公民科、家庭科、道徳、特別活動の中で学習を進めております。実際の指導にあたりましては概念的、抽象的になったり、細かな用語や数字をなどを覚えさせたりする指導に偏ることのないよう、例えば模擬投票、あるいは模擬裁判、契約のトラブルの場面に対応したロールプレイングを取り入れた体験的な学習を行うなど、実際の社会生活と関連付けながら具体的な事例を通じて児童生徒がより理解を深めることができるような工夫を行っております。教育基本法、学校教育法におきましては、教育の目標として公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うことを掲げており、これを踏まえて文部科学省としては学習指導要領に基づき各学校において国家社会の優位な形成者としての必要な公民としての資質を養う教育がしっかりと行われるよう引き続き努めてまいりたいと存じております。以上です。以上で説明は終わりました。これより自由討議に入ります。この際委員各位に申し上げます。本日の自由討議におきましては、発言を希望される委員はお手元にあるネームプレートをお立ていただき、会長の指名を受けた後発言してください。発言が終わりましたらネームプレートは元へ戻していただくようにお願いいたします。発言は自席から着席のままで結構です。また発言の際には所属会派および氏名をお述べいただきますようにお願いいたします。なお幹事会の協議によりまして、1回あたりの発言時間は5分以内といたしたく存じます。委員各位のご協力をお願い申し上げる次第であります。発言時間の経過については、1分前および終了時にブザーを鳴らしたいと存じます。それでは発言を希望される委員は、ネームプレートをお立てください。
たくさんいらっしゃいますので、まず与党の方から船田幹事お願いいたします。自民党の船田でございます。私どもは、平成19年の、前半でございましたが、国民投票法を、議員立法で、提出をし、審議をしていただき、採決を見たわけであります。でその際、我々が立法者の強い意思として、考えておりましたのは、やはり国民投票の投票権年齢を18歳にするということであります。これはできるだけ多くの人々、つまり、若い人々や、またたとえ公民権を停止されたものであっても、あるいは、習慣者であってもですね、国の基本的なルールを決める、あるいは方向性を決めるという大事な、憲法でございますので、それをどのように変えていくのか、変えるべきか変えないべきか、そういうことを決めていく、憲法改正国民投票におきまして、できるだけ多くの人々に参加をしていただきたい。また選挙権年齢というのは、世界を見渡していますと18歳というのが世界標準である。このような2つの理由によりまして、18歳ということで決めさせていただきました。今ご説明がそれぞれありましたように、国民投票を18歳としますと、当然のこととして公職選挙法における年18歳、それから民法の成年年齢も18歳に揃える必要がありまして、公布された平成19年5月から21年5月の3カ年の間に、公職選挙法、民法、その他の法令を18歳にするよう国に求めてきたわけでありますが、いまだに実現をしていないということは極めて残念であると思います。速やかな措置をお願いをしたいと思っておりますけれども、遅々として進まないような場合には、やはり国民投票制度とその他の法令を切り離して、本則の18歳を生かしてそれを動かしていくということも視野に入れなければいけないというふうに考えております。その上で、文科省とそれから法務省それぞれに、質問をいたしたいと思っています。まず文科省でございますが、国民投票が18歳で実施される、こういったことが現実の問題になった場合、先ほど学習指導要領等の説明をいただきましたけれども、高校までにおける憲法に関する教育内容は当然変わっていかなければいけない、変えなければいけないと思っております。その際、例えば、各学年に配置をされる、教育内容については、特に憲法につきましての教育は、高校2年が終了するまでに、終えていなければいけないと考えております。したがって、それぞれの、学年ごとの、教育内容の配置を変えるための学習指導要領の変更というのを私は必要とするのではないかと思っています。ただ学習指導要領は約10年に1回程度ぐらいしか、改定されておりません。そういうことを考えますと、このスケジュールというのは一体どのようになっていくのか、そのあたりの、考え方をお聞かせいただきたいと思っております。もう一つは法務省に対してでありますが、先ほども触れられましたが、消費者の教育の推進に関する法律が平成24年12月に施行されました。それに基づいて現在その基本方針を策定中であり、今月中に閣議決定されるというふうに聞いております。これが実施された場合、成年年齢の18歳引き下げの条件がかなり整っていくとこのように思っておりますが、法務省としてはこのような動きに対してどう評価をされているか、この2点をお伺いしたいと思います。以上です。はい、ありがとうございます。それでは初等中等教育局長。
お答えいたします。最初に憲法教育の教育内容についてからご説明を申し上げたいと存じます。学校におきましては、すべての児童生徒に国家社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことが重要な課題というふうに捉え、憲法に関する教育につきましては児童生徒の発達段階を考慮して小学校、中学校、高等学校の各段階で行っているところでございます。その中でも高等学校におきましては現法憲法を踏まえまして、良識ある公民として必要な能力と態度を育てるという観点から、公民化の現代社会または政治経済のどちらかを選択して履修するということになってございます。そのうち政治経済におきましては、日本国憲法における基本的な人権の尊重、国民主権、天皇の地位と役割、国会、内閣、裁判所などの政治機構を概観させるとともに、政治と法の意義と機能、基本的人権の保障と法の支配、権利と義務の関係、議会制民主主義、地方自治などについて理解させ、民主政治の本質や現代政治の特質について把握させ、また政党政治や選挙などに着目して望ましい政治の在り方および主権者としての政治参加の在り方について考察させるということを展開してございます。また政治参加の在り方につきましては、憲法改正手続きにおける国民投票や地方自治における直接請求権などを多様な政治参加の道があることを理解させるようにしているという内容になってございます。でまたこの履修形態につきましては、現在高校3年間の間で生徒が選択をするという形態になっているところでございます。で具体的には、その高校3年間の間で現代社会または倫理政治経済の2科目どちらかを選択するということになりますので、必ず憲法についてはしっかりと学ぶという形になってございます。先生ご指摘いただいた高校2年生までにしっかりと履修させるべきではないかという点につきましては、今後の高等学校の教育課程に関する検討すべき課題の一つというふうに受け止めさせていただいております。文科省としては、成人年齢の18歳の引き下げに関する検討の状況をしっかりと踏まえつつ、まずは25年度、今年度から年次進行で実施されております新しい学習指導要領に基づいて、しっかりと国家社会の優位な形成者として必要な資質を養う教育が行われるよう努めてまいりたいというふうに考えてございます。次に法務省。ご指摘のありました消費者教育の推進に関する法律、これは先ほどご説明いたしましたいくつかの問題点のうち、消費者被害の拡大の恐れ等の問題点の解決に資する重要な施策の一つであるというふうに私どもとしても認識しております。もっともこの法律に基づく基本方針が作成されたことのみで、直ちに消費者被害の拡大を防止する効果が実現するとまではなお言い難いと考えられますし、法制審議会の答申におきましては、若年者の自立を援助するような施策の必要性も指摘されているところでございます。従いまして、引き続き関係府省庁と連携しながら関係施策を推進しつつ、これらの施策がどの程度の効果を上げているか、成年年齢を引き下げることについての国民の理解が得られているかということを、見極めていく必要があるものと考えているところでございます。はい、ありがとうございました。それでは竹政委員どうぞ。はい、民主党の竹政でございます。この18歳、国民投票投票年齢については、民主党が、主導してきたというような形で、この憲法審査会でもあるいは特別委員会でも議論がかねてよりされてきたというふうに考えております。そういった中で、先ほど船田委員からお話のあったような、自民党さんの方でも18歳投票年齢というような形で歩み寄っていただき、この18歳、憲法改正国民投票の投票年齢が施行されたというふうに考えております。これは本審査会あるいは特別委員会、そしてまた憲法調査会、現憲法96条3分の2以上の発議要件、衆参両院、これを前提にこの13年間丁寧な議論を積み重ね、真摯な議論を重ねてきた結果、
この憲法改正国民投票法においては特に18歳投票年齢が象徴的でありますが、与野党が合意形成を努めながら法改正が法律が施行されたというふうに考えております。そういったことでありますので、この将来の日本を規定するもの、この最高法規である憲法の改正の投票権年齢については幅広く多くの方が参加できるようにということで、世界標準でもある18歳投票年齢が望ましいというふうに考えております。政府においてはこの3年あるいはまた6年すでに経過をしておる中で、先ほど内閣官房からご説明をいただきましたが、昨年の検討会からやはり1年を置いての検討会の開催など、やはり政府としての取り組みが先ほど遅れたことについてのご説明がありましたが、お詫びの言葉もありましたが、やはり政府において18歳投票年齢あるいは民法の成年年齢それぞれ引き下げについての取り組みは、やはりもっともっとスピードアップをしていただかなければならないと、それが憲法改正国民投票法の求める不足であったというふうに考えております。そうした中、先ほど船田委員からも提起があったり、あるいはすでに維新の会から議員立法という形で提出にあるような形で、この18歳投票年齢について、法改正をして、公選法と、民法とのその引き下げを待つ間もなく、切り分けるべきだというご提案あるいは議員立法が出されております。これについては18歳投票年齢を指導してきた立場からも一つの選択肢というふうに受け止めております。ただやはり前提は政府の取り組みであり、またこの提出者の再三の国会における答弁からもやはり18歳投票年齢並びに民法成年年齢18歳の引き下げ、これが先ほど立花さんからもご説明あったように前提ということでの法律でありますので、例えば切り分けたとしてもその他の年齢の引き下げに関わる部分については、選挙権年齢などの引き下げについては改正法施行後何年を目途として必要な法制上の措置を講ずるというような形で取り組むことも必要ではないかと、そういった前提の上の切り分けかというふうに思っております。そういった中で先ほど内閣官房から12の法律5つの政省令のみ改正と、これにプラスアルファだということで、可能である旨の発言もありましたので、そういった意味で年齢を失礼ました年数を区切って切り分けということも一向ではないかというふうに思っております。で法務省に質問したいんですが、この法制審議会の諮問、これが先ほど説明のあった引き下げが前提、あるいはまたこの不足から言えば、こうした検討ということでありますけれども、年齢満18歳以上、満20歳未満の者が国政選挙に参加することができることなどとなるよう、選挙権を有する者の年齢を定める公職選挙法、成年年齢を定める民法、その他の法令の規定について検討を加えと、必要な法制上の措置を講ずるものとするという、この不足からすれば、その諮問がですね、なぜ成年年齢を引き下げるべきか否かなどについて、ご意見を賜りたいと、受け賜りたいというような諮問になったのか。これについて法務省の見解を伺いたいと思います。法務省どうぞ。このご指摘の国民投票の不足の第3条1項ですけれども、この不足第3条1項を読みますと、18歳以上
の者が国政選挙に参加することができること等となるようということで、まあ、この等に何を読み込むかという問題があるわけですけれども、法文上直接的には18歳以上の者が国政選挙に参加することができるということが、まあ、について方向性が明示されているにとどまっているという見方ができることと合わせまして、国会審議の中ではそれぞれの立法の趣旨に立ち返って一つ一つ精査をし、18歳に引き下げるもの、あるいは現状のまま20歳にとどめるもの、これを一つ一つ検討していく必要があるということもまた述べられていると、述べられたところと認識しております。従いまして、まあ、それらのことを踏まえて、民法の成年年齢につきましても引き下げるべきか否かという諮問に至ったところでございます。会長、ちょっと次に、あ、ちょっと、はい、どうぞ。まあ、その点なんですが、すでに そういった今 お話でですね、まあ、国会の議論でということで、説明があったというふうに聞いております。法制審議会でもそういった意見が述べられております。国会審議における提出者の答弁においてたくさんいろいろな法律があるけれども、それぞれの立法の趣旨に立ち返って一つ一つ精査し、18歳に引き下げるもの、あるいは現状のまま20歳にとどめるものを一つ一つ検討していくと必要があるという見解も述べられておりますということで、答弁をされているようなんですが、調べますと立法者である、船田委員筆頭幹事ではございますが、10回の発言のうち9回はこの民法、公選法、両方ともやはり失礼しました、18歳に引き下げるべきと、これを言っておりまして、一度だけ、まあ、場合によっては公職選挙法のみということもあり得ると言ってますが、10回中9回はやはり両方とも引き下げるということを、提出者として述べておられます。またその他の委員の方もですね、2回中2回ともその旨を述べておられるということでありますので、やはりこれは提出者あるいは立法者の趣旨からすれば、諮問時においてその引き下げられるか否かという形での諮問というのが果たして法制審にとってはですね、適切な諮問内容だったのかということは私自身は疑問に思います。いいですね。それでは斉藤幹事にお願いいたしたいと思います。その前にちょっと、どうもその結論的なことがはっきりしません、検討するということの条項が非常に多ございますので、政府の取り込みはもう少ししっかりやっていただきたいなと思っております。特に総まとめをしておられる内閣府におかれましては、環境整備に努めるということをおっしゃっていますが、環境整備というのはどういう方向でどうやるのかというようなことについて十分に我々に教えておいていただきたいと思います。同時にまた会長としてはちょっと余計なことを言い過ぎですけれども、文部科学省はこの18歳まで引き下げるということについて、どういう意見を持っているか、先ほどお話がありました、それは教育内容についてだいぶお話がありましたが、学校現場において高校3年生が18歳になったものとまだなっていないものとに分かれる、そしてまた高校3年というのはちょうど大学受験を控えている時でありますから非常に忙しい年代であります。そういうものを対象にしてクラスの中で高等学校3年生をどういうふうにリードしていくのかというようなことについては、本来これは他は例えば法務省におきおりましては法制審議会で審議をしておるというような話でしたが、中央教育審議会ではどういう議論をされているのか、あるいは全然してないのか、その辺が気になるところであります。この点については内閣府はですね、環境整備について具体的にちょっとお話をいただきたいのと、それからもう一つ文部科学省についてはですね、高校3年生というのの現場的な扱いはどういうふうにするのか、またこれ中央教審に、諮っているのかいないのかいうことをちょっとご答弁いただきたいと思います。はい、どうぞ。はい、内閣府どうぞ。まず政府としての取り組みにつきまして、会長はじめ委員の先生方から大変厳しいご指摘を賜りました。そもそも平成22年5月の法制校までに必要な法制上の措置が講じられることが
国権の最高機関である立法府からの要請でございます。さらに法制公告3年が経過した現在でも必要な法制上の措置を講ずには至っていないことにつきましては、立法者にとって想定していない事態となっているというふうに認識しており、この点は大変申し訳なく思っておる次第でございます。そして会長からの、ご質問にあります環境整備に関する部分でございます。昨日の第6回検討委員会におきましても、三方における年齢引き下げについての社会的影響を踏まえ、国民意識の醸成等の環境整備を一層進める必要があるというふうになったところでございますが、お手元の資料にルール書いてついているところでございますが、若年者の自立を促すような施策、そしてまた消費者被害の拡大の恐れ等の問題解決に資する施策、つまり18歳19歳の者が例えば悪徳商法などに巻き込まれるなど社会的経験の乏しさにつけ込んで取引が行われないよう、そういった消費者教育政策の充実等々が図られているわけでございます。そしてまた先ほど来文科省からもご説明ございましたように、学習指導要領が改定され、小中高それぞれの段階におきまして、教育をする。そしてまた今年の4月からは高校生の教科書も変わり、消費者教育を、受ける時期が来たという状況の中におきましては、この新学習指導要領に基づいた教育を受けた方々がこれよりも大人の方に傾いているというような面が期待されるところでございます。ただいずれにいたしましても、この環境整備、それぞれの省庁がそれぞれの取り組みを着手したばっかりの部分もございます。あるいはすで、に行っている部分もございますが、その効果につきましては、なかなか、どこまでどういう形で浸透しているのかというところについての判断が大変、難しいところでございます。ただこれにつきましても今後、適宜その効果検証につきましても、昨日の副長官からの指示事項にもございます、各班の環境整備を進めるとともに、その効果の評価検証を進めということが大事だというふうに認識しているところでございます。はい、文部科学省。先ほどは憲法教育の学習内容について主としてご説明をさせていただきました。その際にも船田先生の方から公民化あるいは現代社会の履修を高校2年生までにできないのかというお尋ねもございました。それを踏まえてまた先ほど堀雑会長からのご指摘もあり、現在の学習指導要領では、例えばその保健体育につきましては高校1年次あるいは2年次にわたって履修をさせるものという規定がございます。あるいは総合学科、これはその普通科と職業学科の中間的な両方の機能を合わせ持つ学科になりますけれども、総合学科の中の産業社会と人間という科目につきましては、すべての生徒に原則として入学年次1年次に履修をさせると、そういう規定がございます。ということを踏まえて、今後その選挙年齢あるいは投票年齢の引き下げということが検討されるという流れの中で、この憲法に関する教育あるいは法律に関する教育というものについて、どの段階までにしっかりと履修させるかということは十分検討すべき課題かと認識しております。現在まだ中央教育審議会に諮問すると、直接お尋ねするという形は取ってございませんけれども、今後のこの投票年齢の検討を踏まえながら必要な対応は取っていく必要があるのではないかというふうに認識をさせていただいたところでございます。はい、私ばかり話すのはまずいんですけれども、高等学校というのは義務教育ではありませんから、高等学校に行かなくても日本国民としては育っていくわけです。15歳でもうそのまま実社会に入る方もいらっしゃるわけですから、そういう点で高等学校でこう教えているから憲法については全国民が分かるんだというのはちょっと論理的におかしなところがあると思いますので、そこら辺は十分考えておいてください。では失礼しました。斉藤幹事どうぞ。会長、公明党の斉藤哲夫です。早速総務省、法務省、文科省にそれぞれ2問ずつ質問させていただきます。まず総務省、総務省は先ほどのお話の中で、選挙権年齢と民法の成人年齢は一致することが適当と、引き下げ時期も一致させることが必要という立場のようですが、いわゆる国民投票権年齢についても一致する必要があると考えているのかどうか、
で、もし必要なしと、その点については必要なしと、まあ、これは前回の幹事懇での勉強会でそういう発言があったわけですが、必要なしという場合、ここにございます成年者に保障、これ総務省の文書ですが、成年者に保障された政治への参加資格である選挙権を認めることとなり、社会的な常識に照らして適当ではない、未成年者に対して、選挙権を与えることは社会的な常識に照らして適当でないと考えていますが、もし投票権年齢については一致させる必要がないということであれば、この整合性をどう考えるか、少年法連座性も同じような理由として挙げていますが、その整合性をどう考えるか、これが総務省への質問です。法務省に対しては、成年年齢を18歳に引き下げるのが適当だが時間が必要だと、で選挙権年齢と一致する必要はないという立場でのようです。で国民投票権年齢についても成年年齢と一致する必要はないと考えるのか、これが法務省への質問です。もう一つ、将来的には成年年齢を18歳にすべきだという立場、これは我々はもうすぐにでもということですが、将来的に成年年齢を18歳にすべきとの立場ですが、その理由を聞きたいと思います。それから文科省、これは先ほどの堀会長の質問と基本的に同じなんですが、高等学校は中等教育です。で初等中等教育局、今日も布村さん初等中等教育局長という、まあ、ある意味では初中局、これは高等教育と根本的に違って、例えば生活指導というようなことは高等教育には基本的にはないわけですが、まあ、最近の大学では生活指導も必要だというような話もないわけではありませんけれども、初中教育の中で、成年年齢が来る、また選挙権年齢が来る、投票権年齢が来ると、まあ、こういうことへの教育現場への与える影響をどのように考えているか、この3つの質問をさせていただきたいと思います。はい、それではそれぞれ総務省をまずお答えください。総務省の選挙部でございます。まず最初に憲法改正国民投票の投票権年齢と成年、それから選挙権年齢と他の年齢と の一致の問題でございました、でございますけれども、この問題につきましては私どもも憲法改正国民投票の投票権年齢についても、成年や成人の権利と義務について定めた選挙権年齢と他の年齢と一致していることが最も望ましいとは考えております。しかしながら投票権年齢と選挙権年齢は現行法におきましても、まあ、考え方が違っているということ、具体的に申し上げますと、選挙につきましては、これは憲法第15条第3項で成年者に保障された選挙権を行使して国民住民の代表である公職に就く者を選ぶということ、それに対しまして憲法改正国民投票は国家の根幹をなす憲法改正に対する国民主権の行使に関わるものであって、先ほども船田幹事の方からご説明ございましたとおり、できるだけ多くの国民が国民投票に参加することが望ましいという観点から投票権が認められているというふうに理解しております。で具体的に申し上げますと、選挙権を有する者と国民投票の投票権を有する者の範囲、それから運動の規制罰則などに多くの相違点がございます。例えば憲法改正国民投票につきましては、選挙権が認められていない犯罪者等にも投票権が与えられているといったこと、それから選挙運動につきましては非常に厳格な規制罰則が設けられているところでありますけれども、国民投票運動につきましては自由かつ活発に行うことができるよう原則自由とされ、未成年者にも国民投票運動が認められているとともに、罰則規制は投票が公正に行われるための必要最小限のものとされておりまして、連座性もないといったことがございます。そういう性格の違い、それから実質上特に
少年法等との関係の具体的な連座性等々の違いといったことが現にございます。先ほど私ども申し上げました投票権と民法上の成年年齢等が一致するということが必要であるとは考えますけれども、その際の理由となっております性格、それから実務上法律上の課題といったものが投票権年齢との場合には生じないというふうに考えられますので、必ずしも投票権年齢が選挙権年齢等と一致する必要がないというふうに考えているところでございます。以上でございます。はい、次に法務省どうぞ。1点目の、国民投票権年齢と民法の成年年齢との関係ですが、国民投票権年齢は選挙権年齢と同様に政治参加の手段を与える年齢を何歳以上とすべきかという観点から定められるものと理解しております。これに対し民法の成年年齢は親の同意なく一人で契約をすることができる年齢を何歳とすべきか、親権に服する年齢を何歳までとすべきかという観点から定められておりまして、国民投票権年齢や選挙権年齢とは立法趣旨が異なるものでございます。したがいまして、民法の成年年齢と国民投票権年齢とは理論上一致する必要はなく、民法の成年年齢を現行法のとおり20歳のままとしつつ、国民投票権年齢を18歳以上とすることに問題はないと考えております。2点目、将来的に、民法の成年年齢を18歳に引き下げるのが適当であると考えている理由でございますけれども、先ほども若干触れましたが、もともと国民投票の不足が法文上は、満18歳以上の者が国政選挙に参加することができることとなるようという形で選挙権年齢について18歳とする方向性を明示されておりましたので、それを前提に考えますと、特段の弊害がない限り民法の成年年齢も少なくとも将来的にはそれと一致させるのが望ましいであろうと、いうことが一つございます。それに加えまして、民法の成年年齢を18歳に引き下げることにつきましては、18歳に達したものを、大人として扱うことになり、若年者の大人としての自覚を高めることにつながるということですとか、18歳に達した者が自ら就労して得た金銭などを法律上も自らの判断で主張することができるようになるといった、そういった積極的な意義もあるとされたことでございまして、これらが理由とされているところでございます。次に文部科学省。お答えいたします。中等教育段階にその選挙権年齢あるいは成年年齢が位置づけられることに対する文科省としての受け止めというお尋ねでございます。最初に選挙権年齢、投票権年齢についてでございますけれども、まずはその教育基本法におきまして義務教育の目的を今回新たに規定をいただきまして、義務教育の目的として国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことということが掲げられ、それを踏まえて学校教育法におきまして義務教育の目標として公正な判断力並びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うことが規定されたところでございます。そういう意味合いでも義務教育終了までにすべての子どもたちに対し、この教育基本法及び学校教育法に掲げる目的、目標の達成に向けた教育を行うということが大前提として取り組むべき課題と認識をいたしております。で、その上で高校段階におきまして、憲法教育、法教育、消費者教育というものにつきまして、まずは今年度から実施されております新しい学習指導要領に基づく指導が的確に行われるように取り組んでまいりたいというふうに考えております。その上で先ほどもご指摘ございました、今後高校段階における履修のあり方、何年中までしっかり教えるべきかどうかという点につきましては、しっかりとまた検討すべき課題として受け止めさせていただきたいと考えております。それからもう一つは、成年年齢が来た場合の教育現場への対応影響ということのお尋ねがございました。民法上の成年者につきましては自らの意思のみにより法律行為を行ったり父母の同意を必要とせずに婚姻したりすることができるほか、親権等の関係では父母の監護教育権、懲戒権に服さずに
居所を自由に定めたり職業を自由に選んだりすることができるというふうに受け止めてございます。でこのため成年年齢が18歳に引き下げた場合には高等学校においては成人年齢に達するまでに成人として自立するために必要な判断力などをしっかり身につけさせることが必要と考えられ、学校においては消費者教育、法教育に関する取り組み、政党指導に関する取り組みを一層充実させることが必要、重要というふうに認識しております。また例えば仮にでございますけれども、成年年齢の引き下げに合わせて少年法を適用する年齢が引き下げられる場合には、18歳の年齢を迎えた生徒、高校生は実名報道等の制限が適用されなくなることから、生徒の個人名とともに学校名の報道などが行われることが考えられ、当該学校の他の生徒に対する影響が生ずる恐れがあるのではないかと、そのような影響についても検討すべき課題かと受け止めております。さらに飲酒喫煙等の規制対象年齢が引き下げられた場合につきましては、実際に高校で行われる生徒指導あるいは健康教育のあり方につきましても少なくない影響があり得るかというふうに考えられるところでございます。それらの生徒指導上あるいは健康教育上の課題につきましても十分また今後検討すべき、この成年年齢のご検討に並行して文科省としてもしっかり検討すべき課題ではないかというふうに受け止めさせていただいたところでございます。今の文部科学省 の回答、非常に、微妙なところがございまして、高等学校は義務教育じゃないということをよく念頭にですね、ものを考えていただきたいなと思っております。それでは畑中先生の委員にお願いいたします。はい、ありがとうございます。みんなの党の畑中光成です。この3つの宿題については党内で、引き続き検討を行っているところで、ありますが、検討の途中経過事項や私 の試験も含まれることをご了承いただいた上で、私から18歳への引き下げについて、3点、お伺いしたいと思います。まず皆さんご存知の通り、日本国憲法の改正手続きに関する法律附則3条では、国はこの法律が施行されるまでの間に18歳以上の者が国政選挙に参加することなどとなるよう公選法他について検討し必要な法制上の措置を講じると定められています。この法律の施行日は2010年5月18日となっております。したがってこの日までに18歳以上の者が国政選挙に参加できるよう公選法改正が行われているはずですが、現在そうはなっていません。これは現状の選挙権に関する規定が違法状態であるということでしょうか。確認のため見解を総務省にお伺いしたいと思います。これが1点目です。2点目なんですが、これ先ほどの会長と少し重なるかもしれませんが、またこの不足がですね、放置されてきた理由について端的に内閣官房からお伺いしたいと思います。不足を放置してきた国にはですね、当然、私ども立法府も含まれます。塩野七海氏はローマ法の研究を通じて、憲法を普通の方にすべきとおっしゃっておられます。憲法を普通の方にしようという動きがなかった理由は、55年体制が憲法改正と真剣に向き合ってこなかったからだと思います。自主憲法制定を党是とする党は、仮に憲法改正を発議して国民投票で否決されればレゾンデートルを失うことになります。護憲政党については言うまでもありません。このような状況の中で憲法はまるで新政府家臣のものであるかのように、その姿をこれまで変えることがありませんでした。我が国の戦後民主主義の形成発展において現行憲法が果たした役割というのは忘れてはいけませんが、一方日本も世界もあらゆる構造が変遷する中で国を覆う閉塞感を取り払うためにも憲法の見直しは必要だと考えます。したがってその改正についてはできる限り多くの国民の意見を問うべきだと考えます。このような観点から国民投票権年齢、選挙権年齢の引き下げは即時に行われるべきだと考えております。3つ目の質問申し上げますが、この立法府において不足が放置されてきた理由をお聞かせいただけますでしょうか。これは衆議院の法制局にお願いいたします。以上です。はい、それではまず
法務省からだったか、総務省、総務省お願いします。お答えいたします。選挙権年齢の引き下げの不足の問題でございます。今はご指摘いただいてきましたような、必要な法制上の措置が講ずられていない状況であるというふうに認識しておりますが、これは憲法改正国民投票法が求める必要な法制上の措置が講ずられておらず、法提案者の予定していない状況にあるという認識をしております。ただ公職選挙法について申し上げますと、公職選挙法の9条につきましては、これは選挙権を定めた規定でございますけれども、日本国民で年齢満20年以上の者は衆議院議員および参議院議員の選挙権を有すると、こういうふうに明確に書き切っておりますので、現行の選挙につきましてはこちらの規定でされているというふうな理解でございますので、こちらの規定に影響が今及んでいるという状況ではないというふうに理解しております。次に内閣府をお願いします。お答え申し上げます。必要な法制上の措置がいまだ講じられていないことはなぜかという、その理由を中心に問われるご質問でございますが、先ほど来申し上げていますように、立法者にとって現在の事態は想定していない事態と受け止めており、この点については大変申し訳なく思っている次第でございますが、政府といたしましては、内閣官房副長官の下で検討委員会を開催し、内閣官房を中心に関係制度所管部局との間で検討を進めてまいりました。決して、放置していたわけではございません。ただこれまでの検討の中では、先ほど触れますご説明させていただきましたように、数多くの法令、いわば9割型整理はできたところでございます。ただ扱いが焦点となっております公職選挙法、民法、少年法の3法につきまして、なかなかいろいろな難しい課題を抱えているというところを指摘せざるを得ません。公職選挙法における選挙権年齢につきましては、民法の成年年齢や少年法の適用対象年齢とのずれが生ずることについて、その部分をどういうふうに考えていくのか、整理がしきれてないということ、また民法につきましても、消費者被害の拡大の恐れ等の問題解決に資する施策の実現が必要というふうになっているわけでございますが、各施策の効果が難しい上に、この問題、18歳、19歳の方の意識に関わる問題だけに、非常に総合的な判断を必要としているという部分がございます。また少年法につきましては、少年法固有の観点からの見直し等々の検討が必要である、こうした理由によりまして協議に時間を要しているという次第でございます。次に法務省、いや法制局どうぞ。畑中先生、ご質問ありがとうございました。ただ立法府全体でのお取り扱いについて私がご答弁申し上げるのは大変に僭越であると思いますので、この間の経過だけご報告させていただくことでお許し願いたいと存じます。先ほども申し上げましたように、平成19年、5月に憲法改正国民投票法が制定、交付されたところでございました。この憲法改正国民投票法によって国会法が改正され、憲法審査会、本審査会は同年7月の参議院通常選挙を経た同年8月召集の臨時国会で設置されるはずでございました。ただその7月の参議院通常選挙において参議院がいわゆるねじれの状態になり、これをめぐって与野党の先生方のこの憲法審査会の指導に関して大きな意見の相違点が出てまいったというふうに承知しております。そのため平成19年8月召集の臨時会冒頭で議決されるべき衆参の憲法審査会規定、すなわち憲法審査会の人数を定めることや議事催促を定める、そのような国会法の会規則が制定されず、法律上は衆参両院に憲法審査会が設置されていることにはなっているものの、実際上はそのようなものは存在せず、存在しないという状態が長らく続いてきたわけでございます。結局衆議院でこの憲法審査会規定が制定されましたのは、それから2年後の平成21年6月でございました。さらに参議院で同規定が制定されたのは、それに遅れることさらに2年、一昨年平成23年の5月でございました。この衆参両院の憲法審査会規定という国会法の改法令が整備された時点で、すでに3年間という
この国民投票法の規則に明記されていた法整備の期限は過ぎていたということかと存じます。もちろん、先ほどもご報告申し上げましたように、18歳成人年齢引き下げのため、選挙権年齢引き下げのための法整備は閣法として停止されるべきことが予定されていたわけですけれども、そのような閣法も先ほど来ご説明がございましたように、なかなか難しい問題を抱えて国会に提出されてこなかったこと、そして今申し上げましたように、それを監視し督促すべき憲法審査会が国会において指導されてこなかったこと、これらの状況から現在の状態に至っているものと拝察いたします。はい、ありがとうございました。次に中谷幹事どうぞ。はい、総務省に伺います。先ほど民法の未成年に選挙権を認めることは社会的な常識に対して適当でないと、まあ、言いますけれども、私は全く理屈になってないと思うんですね。未成年者に選挙権を認めることは社会的に常識に対して適当でないとするなら、憲法改正、やはりこれを18歳にすることは同じように適当でないと言っているに等しいと思います。先ほどできるだけ多くの国民が参加するようにしたということで選挙権とは違うと説明しましたが、この判断の重要性からすると同じことではないですか。その政治を誰に任せるかという選択も、憲法をどういう規定にするかという選択も同じぐらいの重要性がある国民の選択であって、総務省の論法でいくと重みが違いますと、もう憲法改正は軽い基準でいいんじゃないですかというように言っているに聞こえます。で、本来はやはり公選法も幅広く意見を聞く場を提案すべきでですね、そういうならば公職選挙法を改正して、幅広く国民の意見を聞くというのがより正しい政治判断だと思いますが、一向に総務省はそういうことは言いません。先ほど法務省は一致する必要がないんだと言ってますし、私もそう思うんですけれども、この立法府の判断として、じゃあ公職選挙法の年齢引き下げを提案した際にですね、総務省はこれはそれは適当でないと同じような答弁をするつもりなんでしょうか。で、同じ意見を今日は内閣府も来られてますので、内閣府にも伺いたいと思います。2点目は内閣府は昨日1年3ヶ月ぶりに6回目の検討委員会を開催したそうなんですけれども、それは本日のこの憲法審査会があるために急遽実施したんでしょうか。それだと全くの付け焼き場でですね、やる気もなければ主体性もないと、まあ、いうことでありますけれども、まあ、その結論としましても、まだまだ環境整備を進める必要があると、いうことですが、まあ、このままじゃあその成果が出るというのはいつを目標としているのか、そういった議論がないのか、まず目標時期と、それから私は形から入る、制度から入ると、まあ、いうこと の検討をしないのかと、まあ、やはりある程度の青年に意識を持たせるために、やはり形から入って18歳にすると、まあ、いうことで自覚を持たせるということによって、この消費者対策等も進めることができると思いますけれども、その点をお伺いいたします。で、最後に文部省に伺いますが、633制というのがあってですね、まあ、その故障も、高校は初等中等教育局となってますが、なぜ高校、一般的に高校と言われているのに、初等中等教育というふうに言うのか、そして、なぜその中学までが義務教育で、高校は義務教育ではないのか、もう相当の方が高校進学するように、なって、おりますけれども、なぜその初等中等教育の中に、半分は義務教育の中学校で、半分は選択制の高校ということでですね、同じ局で扱っているのか、もうそろそろその制度を見直しをしなければならないと思いますし、また何のための633制かということで、
やはり六三査定を終えたら、成年になるためのですね、そのための教育であるという目標にすべきではないんですが、改めてなぜ六三三制を今続けているのか、その点を伺いたいと思います。まず総務省、米田部長からお願いします。先ほど国民投票の投票権年齢と選挙権の問題について申し上げたところでございますけれども、あそこでも申し上げましたとおり、私どもといたしましても、国民投票の投票権年齢についても、選挙権年齢、成年年齢等、他の年齢と一致することが最も望ましいというふうには考えておりますが、現行の法の立て付けから違っているということから、法律上、実務上の問題点が、選挙権と国民投票の投票権年齢とでは異なっているということで、そこだけのずれということは、法律上、実務上の問題点がないということを申し上げたつもりでございます。それから、選挙権年齢の引き下げについての総務省としてどのような意見を言うのかというようなご質問でございました。今日も意見を出させていただいておりますけれども、私どもといたしましては、民法の成年年齢、少年法の適用対象年齢との整合性の観点から、これらと一致することが適当であり、また引き下げの時期についても一致することが望ましいと考えているところでございます。ちょっと質問でいいですか。今の答弁に対して、それでは憲法改正の、中谷さんどうぞ。はい、憲法改正の、選挙、国民投票においては、それは一致しなくても支障がないというのか、先ほど質問しましたけど、一般の選挙と憲法改正の選挙、重い軽いを含めてですね、その意義について違いがあるというふうにどう認識しているんでしょうか。はい、総務省どうぞ。憲法改正国民投票の投票権につきまして、どのようにお考えになるかというのは、基本的にはこの国会の場で、立法の場でお決めいただくことというふうに認識をしておりますが、現行のまさに立法でお決めいただいた法律自体の立て付けがすでに違っているということを前提にして、私は現行法を前提として申し上げると、投票権のずれといった点の法律上実務上の問題点がないというふうにご答弁をさせていただいたつもりでございます。もちろんこの国民投票の投票権、軽々しいものであるというふうには全く考えておりません。内閣官房どうぞ。お答え申し上げます。いくつかのご質問をいただきましたが、まず憲法改正の国民投票と公選法の取り扱い等々につきまして、国権の最高機関たる立法府の判断が示される場合には、当然尊重することになることは言うまでございません。昨日第6回の検討委員会を開いたという点についてでございますが、先ほども申し上げましたように、第5回の検討委員会から約1年3ヶ月が経過し、さらにその間2回にわたって幹事懇談会でも3月の時にもご指摘をいただいております。そのご審議を踏まえ、またこれまで内閣官房としては三方の取り組みを中心に関係省庁と協議をしていたわけでございますが、法令の検討状況、そしてまた環境整備の推進進捗状況についても改めて直近の情報を把握する必要があることから、昨日開いたところでございます。またいつを目標とするのかという点でございます。先ほど申し上げましたように、内閣官房としても関係省庁と協力をしながら、それぞれの課題について進めていきたいというふうに考えているところでございますが、いつという点につきましては、これはなかなか、申し上げにくい部分がございます。各施策の効果等の若年者を含む国民の浸透の程度、国民への浸透の程度、国民のやはり意識を踏まえる必要があるのではないか、もとより最終的には国会のご判断を仰ぐという形になろうかと思います。以上でございます。文部科学省初等中等教育局長。お答えさせていただきます。
この6334制および義務教育が9年間ということは先生ご案内のとおり、戦後当初の学校教育法で定められたところでございます。それ以降基本的には変わっておりませんけれども、高等専門学校制度ですとか短大制度、専修学校、各種学校制度という形で多少幅を持つ複線化の方向には向かっていますけれども、基本的に6334制義務教育9年というのは変わっていないところでございます。お尋ねの学校の段階につきましては、初等教育9年間、初等教育6年間、中等教育6年間、高等教育ということで、児童生徒学生の発達段階に応じて国際的にはおよそ初等教育、中等教育、高等教育という形に分かれております。その中等教育につきまして、前期の中等教育が中学校、後期の中等教育が高校に相当しております。でこの区分につきましては、学校教育法ではその普通教育と専門教育という形で区分してございまして、小学校の目的として、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを小学校の目的としてございます。それから中学校につきましては、小学校における教育の基礎の上に義務教育として行われる普通教育を施すことを目的とするということで、この普通教育がすべての児童生徒に共通に学んでもらいたいという内容を示す言葉になってございます。で一方、高等学校につきましては、中学校における教育の基礎の上に心身の発達及び進路に応じて高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とするということで、義務教育段階の普通教育というものと、高校の段階ではそれをより高度化させた教養的な普通教育と専門教育を施すという形で位置づけ、それで小学校、中学校、高校の目的をそれぞれ規定をし、そのうちの9年間、小学校、中学校の9年間を義務教育というふうに位置づけてございます。なお、この6334制につきましては、今後教育再生実行会議におきましてもご議論の対象となるというふうに伺っております。それらを踏まえてまた今後検討すべき課題であろうかというふうに受け止めてございます。次に笠井委員どうぞ。日本共産党の笠井明です。一点、内閣官房に先ほどとの関わりで質問したいと思うんですが、先ほど昨日の第6回検討委員会での検討状況についての説明がありました。そして選挙権年齢と成年年齢の18歳への引き下げの今後の見通しについても、なかなか難しいという今直近答弁もあったわけですが、昨年2月も審査会やって、翌日に第5回をやって、そして今日はこの審査会の前日に昨日やったと第6回ということですけれども、じゃあ第7回って次の段階で、じゃあ見通し立ててやれるっていうのはいつ開催ということで大体今考えるんですか。はい、内閣官房からお答えください。お答え申し上げます。今の時点でいつ開催というのが決まっているわけではございません。ただ、昨日の第6回検討委員会におきましても、3つの指示事項が出ております。この点につきまして具体的な検討を進め、それの状況を見つつ、適宜委員会を開いていきたいと考えているところでございます。会長、鋭意適宜というのはもう本当にいつか分からないということだと思うんですが、私ちょっと意見述べたいと思うんですが、政府の説明はですね、昨年の2月23日の審査会、あるいはその翌日の第5回の検討条項の見直し、年齢条項の見直しに関する検討委員会以降ですね、1年3ヶ月で昨日、第6回やったということでありますけれども、選挙権年齢も成年年齢も多少の検討作業はあったかもしれないけれども、基本的には焦点の課題については進んでいないし、今後も見通し立っていないということであります。でそもそも振り返ってみると、この改憲手続き法というのは2006年の第164だと思うんですけれども、通常国会の会期末直前の、ちょうど5月26日今頃だったわけですが、自民公明案と民主党案ということで提出をされました。で7年前ですけど、私もちょうどこの近くの席に座ってましたが、私自身も審議未了ということが明らかな法案の議論を開始したことは異例だということで、その場で批判をさせてもらいました。でその後、海外調査を挟んで実質の審議が始まったのが2006年の秋の第165臨時国会でありました。
で提出された自民公明案というのは当初投票権年齢を20歳にしていたわけです。でそれをその臨時国会最後の特別委員会になった2006年の12月14日ですが、そこに提出者の当時船田理事が投票権年齢を18歳に修正をするということと、選挙権年齢、成年年齢も18歳にしていくという旨の発言をしたと。でところが投票権年齢を18歳にする修正案及び選挙権年齢と成年年齢の18歳の引き下げの経過措置が不足第三条として出てきたのは翌年2007年の3月27日で、併合修正案ということで出されたわけですが、突然の出来事だったことを私も驚いてその時覚えております。で特別委員会での趣旨説明は3月29日、法案の採決は4月12日で、この間の審議が行われたのは3月29日と4月5日の公聴会から4月12日と3回だけです。で国民は徹底審議も求めました。で先ほど中谷にも質問されていましたが、ああいう議論はあの時もっとやらなきゃいけなかったわけですよ、政府に対してだって。でそれもやらずに提出者はとにかく不足に盛り込んで3年間で結論を出すから法案を通してくれとあくまで押し通しちゃうわけです。で民主党から先ほどお話ありましたが、合意形成ということでなくて、そういう意味では中身の議論をいろいろ詰めてやってたけど、そういう状況の中で民主党はこの法案に反対したわけですよね。で民主党の当時理事は安倍政権が憲法記念日までに通せって言ったと、で私の内閣で会見って言った、そうした安倍さん謝らなければもう憲法議論はできないとまで言ったわけですよ。そういう状況で押し通った経過があって、でこの不足三条というのは投票権年齢という法律の根幹に関わる条文です。で法案審議の際に提出者の船田議員は何と言われていたかというと、公選法、民法、これは国民投票法案が18歳にする大前提として、少なくともこの2つは改正しなければならない、こう言われました。から公選法の規定を変えるということが最低限の条件ということも参議院の審議の中で言われました。答弁したわけです。で私たちはそれでよしとしなかったわけですけど、少なくとも提出者は法成立の暁には3年間で公選法、民法等を18歳に引き下げるということを言ったわけです。明言したわけです。それで通してくれって言ったわけです。でその確たる見通しもなく約束していたことになるわけですが、結局ところが法成立後6年を経っても18歳問題も結論が出ていないし見通しも立っていないというのが今日この時点なわけです。こういう状況の下で法案審議の際の提出者自身の明確な国会答弁があるわけですが、その提出者自身がそれを保護にして選挙権年齢と成年年齢の18歳の引き下げを棚上げにして、投票権年齢のみを18歳で先行させる法改正を考えないといけないと今日も言われましたが、これは本当にそういう切り離しというのは提出者の言い分からしても断じて許されないということを言わなきゃいけない。で投票権年齢とともに選挙権年齢、成年年齢も18歳にするという提出者がこだわってきたその前提と最低限の条件が崩れてしまっているのが現実であります。でそれが3年でできなかった、6年経ってもできていないという見通しがないというわけですから、ですから元に戻って改憲手続き法は廃止するのが筋だと、ここのも議論になると思うんですよ。なお選挙権年齢と成年年齢、世界の数勢に倣ってこれ自身は改憲手続き法と関わりなく速やかに18歳にすべきなら当然だということは申し上げておきたいと思います。以上です。ありがとうございました。今現在で4名の方 の札が立っております。ちょっと時間の関係もございますので、4名の方の意見開示で、一応ピリオドを打ちたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは山口委員お願いいたします。民主党の山口剛です。今年齢の18歳引き下げということに対して役所の方から関係を整備している、あるいはその検証も行わなきゃいけない、あるいはまあいろんな検討を行うというところで、まあ結局18歳引き下げに対する私はコンセンサスは国会にほぼできているんではないかと思うんですけれども、まあそれに対して行政が必ずしもできていないと。多分まあ役所というのは前例をよく考えて、どうやってなんで難しいのか、なんでできないのかというのを説明するのが仕事ですから、しかしまあ我々政治家というのはやっぱりそこを前例を打ち破って新しい法律を作っていくというのが仕事ですから、まあ、そこにまだギャップがあるのかもしれません。
ただ昔の武士で言えばもう15歳で成人になってたわけですから、まあ、その昔の武士の時代に学習指導要領なんてのはなかったわけで、まあ、私は今日ちょっと文科省の話を聞いてて学習指導要領で人間を作っていくっていうのはちょっと私は非常に強い違和感があります、まあ、そういう意味では、まあ、人間っていうのはいつまでたってもなかなか完全ではないし何をやったら完全だっていうこともないということを考えれば、まあ、そういう意味ではこの18歳に引き下げるというところをまず先に心合わせをして、そして、まあ、例えば消費者被害とかっていうことに対して心配があるんであればそういうセーフティーネットをどう作るかというところを考えていくっていうのが今のこの国会における雰囲気というか一つのコンセンサスになりつつあるんじゃないかと思うんです。まあ、そういう意味では今日は我々は特に役所からいろいろ意見を聞いているわけですけれども、やっぱりこの政治の場でまず18歳の引き下げっていうところ、まあ、これ人間を信じて、そしてそれを人間が間違いをするんであれば、間違いをした時のためのセーフティーネットを作ってもらおうという指示を我々はメッセージとして出す時期に来ているんじゃないのかなというふうに思います。我々が政権を取らせていただいて、まあ、民主党になったらいろんなことをもっともっと役所に対してもガンガン言ってやるんじゃないかという期待をしてもらったのが必ずしも十分じゃなかったのかもしれません。だけども、まあ、どうやってこの閉塞状況を打ち破るかというところに国民の総意が私はあるようなふうに今も思ってますから、まあ、そこら辺は役所の方でもよく感じていただいて、そしてこの18歳引き下げというところのこの意味をどうやったらこの実現できるのか、今聞いてるとその環境整備がまず先だと、じゃあその検証はいつになるかわからないと、まあ、笠井さんの議論でも次のその検討いつかということに対してもはっきりした答えはないということで、先に我々が国会の場で18歳引き下げということを大きなその合意されたメッセージとして出すということの重要性は今日は感じた次第です。質問でもありませんから答えはいりません、はい、以上です。この通りやろう。それでは山下委員どうぞ。自由民主党の山下隆でございます。会長はどうもご指名ありがとうございます。私は中谷先生、斉藤先生、山口先生のご発言の関連で総務省に対して選挙権年齢の引き下げに関する検討状況について質問させていただきたいと思います。この総務省のご説明を見るとですね、結局言っていることは法律体系全体の整合性を図りながら進めていく必要があるんだ、だから民法成年年齢や少年法の適用対象年齢が変わらない限りは我々は変える必要がないんだという理由しか実は書いてないわけであります。確かにそれらが一致してできれば望ましいことではありますけれども、この国民投票法と最も関連する選挙権年齢の引き下げについて、それを引き下げることがどういう影響があるのかということについての独自の理由があるのか、それを総務省にお伺いしたいと思います。と申しますのは、総務省が先ほどご説明いただいた民法の成年年齢についてでございますけれども、これについては要するに法律行為をする能力があるかないかを選挙権にかからしめるということでありますが、つい先般国会は民法の成年非後見人についてですね、選挙権を与えるという政治判断をしているわけであります。この時点でこの総務省のご説明というのは破綻しているのではないかと思うのが一点、そしてあと少年でございますけれども、ここで少年はですね、過疎性があるということで刑事手続きではなくて少年保護手続きという手続きを変えましょうと、処分も刑事処分ではなくて保護処分にしましょうという、まあ、少年保護の目的からやっているものであってですね、それと選挙権とは違うのではないか、選挙権の年齢の引き下げというのは刑事罰にかかるかどうかではなくて、若年者特に大学生や社会人となった者の政治参加をどのように認めるのかという観点から考えられるべきものであると思っております。そういった観点からですね、総務省に今一度お伺いしたいのが、要はその民法や少年法と一緒にしなきゃいけないんだという以外に選挙権年齢を引き下げたら困るんだと、あるいはこういうデメリットがあるんだということが省としてお考えなのかどうか回答いただきたいと思います。総務省選挙部長どうぞ。私どもはこの投票法の付則の規定に従いまして、18歳に選挙権年齢を引き下げるということを前提にして検討をしておりますので、
その点で、まさに民法少年法とずれたことの問題点ということを指摘をさせていただきましたけれども、それ以外のところで、特段の支障があるというふうには考えておりません。はい、再質問。ということは、その民法の成年年齢や少年法の適用年齢と切り分けられるんだという判断があった場合には、総務省としては選挙権年齢の引き下げについては特段問題は考えてないということでよろしいですか。はい、どうぞ。総務省。私ども今申し上げましたとおり、民法少年法の年齢とずれた場合にはやはり大きな選挙そのものに与える影響、選挙運動に与える影響があるということでございますので、基本的に望ましくないと考えておりますけれども、そこが一緒であれば投票権年齢18歳に引き下げということでの検討を進めておりますし、実務的に申し上げましても現在選挙人を登録をする手続き等につきましてもすでに着手しているところでございます。はい、ありがとうございました。次に坂本委員どうぞ。はい、会長。日本維新の会の坂本雄之介です。選挙年齢成年年齢の18歳への引き下げについて意見を述べさせていただきます。私は昨年12月に衆議院議員に就任をし、今国会より衆議院の憲法審査会の委員として憲法改正の論議に参加をさせていただいております。憲法改正国民投票法は平成19年の成立後、憲法審査会が衆参両院に設置されたにもかかわらず、その後4年以上にわたって憲法審査会の委員の選任すら行われず、一度も開かれることがなかったとの説明を伺っております。国会自らが設置を決めた憲法審査会が活動せず、その結果国会自らが残したいわゆる3つの宿題に何ら対応もせず事実上放置してしまったことは国会の怠慢と言わざるを得ないと私は思います。昨今憲法改正をめぐる議論が熱を帯びる中、憲法改正が現実の政治課題となりつつあります。このような中でこれ以上これらの宿題から目を背けることは、国民に対し真に説得力のある憲法論議を行っているとは言えないと考えます。憲法審査会がようやく始動し、憲法自体の論議が進んでいる現在、このような国会の不作為の状況を一刻も早く解消することが、国の唯一の立法機関として国民の負託を受けている我々国会議員の責務であり、我々日本維新の会の役割であるとも考えております。日本維新の会はこれら3つの宿題に対応するために、5月16日に3つのうちの2つについて国民投票法の改正案を提出をいたしました。特に選挙権年齢や成年年齢等の18歳への引き下げについては、国民投票の投票権年齢を先行して引き下げ、選挙権年齢や成年年齢については引き続き検討していくといたしました。これまで憲法審査会の各上昇ごとの検証作業の中で深めてきた憲法論議を一層前進させていくためにも、国民投票法の3つの宿題の解決について憲法審査会のこの解決に向けての討論は喫緊の課題であると考えております。以上で私の意見でございます。ありがとうございました。次に小池委員お願いいたします。みんなの党の小池雅です。一点手短にですね、文科省に確認をさせていただきます。投票権のですね、引き下げということにつきましては、世代間格差がですねこれほど大きい中でですね、やはり若年層の声を汲み取るということは必要であると思いますが、一方で判断能力、またそのですね基盤となる最低限の知識がどの程度かということを確認するためにちょっと参考としてお聞きさせていただきたいと思います。そもそもですね現状の国家体制等が分からずに、例えば一員制の問題とかですね首相混戦制といったテーマを提示して判断できるのかなというですね疑問もありまして、
まあ、一方で、まあ、確かに家庭ですとか地域ですとか社会教育、まあ、そういうところの差はある一方で、やっぱり学校教育のですね、影響というのは、まあ、否定できないところで、あると思います。まあ、その中で現在ですね、例えば現代史でありますとか、それから、まあ、公民の中で政治経済でありますとか、まあ、それがどの程度ですね、教えられているのかということについて、まあ、先ほどちょっと中身の話はありましたけれども、客観的にですね、まあ、それが分かるような資料もしくは指標等あればですね、示していただきたいと思います。文部科学省初等中等教育局長。ただいまお尋ねのありました現代史あるいは政治に関わる教育の量的なご説明で分かる範囲でお答えさせていただきたいと思います。中学校の社会科の歴史的分野というのがございますけれども、大きく指導項目が6つの大項目があります。でそのうち1つが現代戦後史ということで、現代の日本と世界という項目が立ってございます。それから高等学校においては日本史 A、B という科目が設定されております。日本史 A というのが主として近現代史を中心として学ぶものでございます。そこでは3項目のうちの1つが戦後史を扱う現代の日本と世界という位置づけで、項目としては3つのうちの1つが現代史になります。から日本史 B という科目はその全体で大きく6つの大項目があります。そのうち1つが戦後史を扱う現代の日本と世界という位置づけになります。それから政治に関する教育は中学校の社会科の公民的な分野、これは4つの大項目があります。そのうち1つが政治教育で、具体的には私たちと政治という大きな項目が立ってございます。から高校における現代社会は全体で7つの項目が立っています。そのうち2つが政治に係る教育の内容で、1つは現代の民主政治と政治参加の意義、もう1つは個人の尊重と法の支配ということで、これらの中で先ほどご指摘にありました現行憲法の国会あるいは行政の現行制度についての記述がありますが、それがどこまで十分認識をして一員制のあり方について議論ができるかという、個々のこう生徒の評価についてはなかなかお答えしづらいところがあるというのが現状でございます。一応参考まで、また今後より分かりやすい資料がありましたらお届けさせていただければと思います。はい、ありがとうございます。私の感覚としては非常にですね、まあ、そこら辺が短いような割合が少ないような感覚もいたしますので、また分析のほどよろしくお願いいたします。はい、それでは以上で選挙権年齢成年年齢の18歳への引き下げについての自由討議は終了いたします。次に公務員の政治的行為の制限と国民投票運動をめぐる問題について政府等から順次説明を聴取いたします。衆議院法制局法制企画調整部長立花幸信君。あ、法制局どうぞ。失礼いたします。それでは、ご指示に従いまして2つ目の宿題である附則第11条の公務員の政治的行為の制限に関係る法整備に関しまして、国民投票法制定時における議論の経過等についてご報告申し上げます。先生方お手元配布の集憲誌74号、これの表紙と目次をおめくりいただきまして、1ページ目の条文をご覧いただければと存じます。国民投票法附則第12条におきましては、先ほどの附則第3条の場合と同様に、この法律が公布されてから3年間の準備期間を経た平成22年5月までの間に、公務員が国民投票に際して行う憲法改正に関する賛否の勧誘、その他意見の表明が制限されることとならないようにとの観点から、国交法や地交法等の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとされております。その趣旨は次のようなものでございました。すなわち、現行の国交法や地交法、その他一般職、
特別職のさまざまな公務員に関する法令の規定では、公務員の政治的中立性の確保の観点から、一定の政治的目的を有する政治的行為が禁止されているところでございます。しかし、憲法改正は、主権者国民としての究極的ともいえる権利行使の場面であり、そもそもそのような公務員制度の土台とも言うべき国家統治の基本構造を決する場面であることに鑑みれば、公務員といえども自らの意見を表明したり、それに基づいて他人に対して賛否の勧誘をする行為ぐらいは許容してもいいのではないのか、あるいは許容すべきではないのかという問題提起がなされたところでございました。しかし、これに対しましては、憲法改正の国民投票への賛否はいいとしても、それにとどまらず、他の政治的目的、例えば特定政党への支持、不支持といった目的をもってする政治的行為、例えば、政党機関紙等の配布などを伴う場合もあることから、純粋に国民投票の賛否に関するものに限定することを含めて、どのような行為を許容し、どのような行為については禁止することとするのか、その具体的な切り分けを検討する必要があるとされ、この切り分けについては、本法施行後、本法制定後3年間の準備期間の間に、本憲法審査会において具体的な制度設計の詳細を詰めるべきとされたところでございました。なお、ここで、ご注意を要するのは、今申し上げたところからも容易にご理解いただけますように、この2つ目の宿題は、公務員法制全般に関する見直しという観点からのものではなくて、あくまでも憲法改正国民投票に関する限りのものであり、憲法改正国民投票法の改正という形で、本審査会における議論を通じて、議員立法によって措置することが当然の前提とされていたということでございます。この点、先ほどご議論いただきました一つ目の宿題が、政府部内における検討を要請していたものであることとは、その趣旨が異なっていることについて、あらかじめ念頭に置いていただければ幸いに存じます。さて、以上の附則第11条の概要に引き続きまして、合わせてこれが規定されるに至った経緯についても、ごく簡単にご報告させていただきたいと存じます。同じ集権誌74号をおめくりいただきまして、その4ページの法案修正案の推移をご覧いただければと存じます。この表にありますとおり、提出当初の法案におきましては、自民公明案においても、民主党案におきましても、公務員の政治的行為に関する規定は設けられてございませんでした。それは、国民投票法の問題ではなくて、一般的な公務員法制の問題であると考えられていたからでございました。しかし、先生方がご議論を進められていく中で、資料1枚お戻りいただきまして、3ページをご覧いただきますと、現行の国交法人事院規則による規制と、地方公務員法による規制とのごく単純な対比を記した図表がございますが、国交法も地交法もともに憲法改正国民投票のような制度を念頭に置かずに制定されているものですから、国民投票のためだけの純粋な勧誘行為のようなものを想定いたしました場合、国交法と地交法とでその規制にばらつきが生ずることが分かってまいりました。この現行法の規制の詳細につきましては、後ほど人事院および総務省のご担当者の方からご報告があると存じますけれども、いずれにいたしましても、全国一律に行われる国民投票の場面に関しては、国家公務員も地方公務員も基本的に同様の規制に服するような制度設計が望ましいとの観点から検討がなされるべきとされていたところでございます。その趣旨がこの附則11条に定められているところであり、ここに盛り込まれました法整備の方向性というものは、先ほどもご報告いたしましたように、一定の行為についてはこれを許容すべきこと、そして許容されない行為との範囲を明確に切り分けることというものであったわけでございます。以上、附則11条制定の経過も含めて、その意味及び趣旨に関する基礎的な事項についてご報告をさせていただきました。ありがとうございました。次に人事院事務総局職員福祉局長井上徹君。井上君。人事院からは、日本国憲法の改正手続きに関する法律、附則第11条に規定される
公務員が国民投票に際して行う憲法改正に関する賛否の勧誘その他意見の表明が制限されることとならないよう必要な法制上の措置を講ずるものとするとの規定と現行国家公務員制度における政治的行為の制限との関係についてご説明します。国の行政に携わる一般職の国家公務員はその職務遂行にあたっては憲法第15条に定める国民全体の保守者として政治的に中立な立場を維持し一部の政党や政治的団体に偏することがないようにすることが求められております。で、他方で憲法上表現の自由としての政治活動の自由が保障されており公務員に対する政治的行為の制限も表現の自由との関係で必要かつ合理的な範囲にとどまることが求められます。で、このため一般職の国家公務員については国家公務員法第102条及び人事規則14の7により一定の政治的目的をもってする一定の政治的行為が制限されることとなっています。で、具体的には人事規則で政治的目的と政治的行為をそれぞれ限定的に列挙した上であくまで人事規則に掲げられる政治的目的をもってする人事規則で定める政治的行為を制限するという形をとっています。で、制限の枠組みの基本となる政治的目的としては衆参両院議員の選挙または地方公共団体の首長議会の議員の選挙における選挙期間中の特定の候補者に対する支持反対特定の政党などに対する支持反対等を掲げています。で、他方地方公務員法と異なって公の投票における支持反対などは政治的目的として規定されていません。したがって国民投票に際して行う憲法改正に関する支持反対については人事規則で政治的目的として掲げられている事項には該当しませんので国家公務員法が定める政治的行為の制限の対象とはなりません。で、このことは国民投票法附則第11条において公務員が国民投票に際して行う憲法改正に関する賛否の勧誘その他意見の表明が制限されることとならないようと規定されていることと整合しているものと理解しております。で、一方先に申し上げましたとおり特定の候補者や特定の政党への支持反対等を目的とした一定の政治的行為は国家公務員法の制限の対象となりますので例えば国民投票運動に際して実質的に特定政党への支持反対を目的として多数の人に接し得る場所で意見を述べること署名運動やデモ行為の企画などを行うこと等は現行制度上の政治的行為の制限の対象となるものと考えます。このように一般職の国家公務員については公務員の国民投票運動の自由確保の観点から規制の対象外とする行為と公務員の政治的中立性確保の観点から規制の対象となる行為とは制度上切り分けられていると考えております。で、いずれにせよ憲法改正に係る国民投票運動と公務員の政治的行為の制限との関係については国民投票法附則第11条を踏まえ憲法審査会において必要があれば国民投票法における法制上の措置についてご議論されることとなっているものと理解いたしております。で、なおお手元に先ほどご説明いたしました現行の一般職国家公務員の政治的行為の制限の概要と関係条文を資料として配布させていただいております。以上でございます。次に総務省自治行政局公務員部長宮和夫君。宮君。続きまして総務省からご説明を申し上げます。私どもからは国民投票法附則第11条に規定をされます公務員が国民投票に際して行う憲法改正に関する賛否の勧誘その他意見の表明が
制限されることとならないよう必要な法制上の措置を講ずるものとするとの規定と現行地方公務員制度における政治的行為の制限との関係についてご説明を申し上げます。一般職の地方公務員は公務の中立性や公務員の全体の奉仕者としての性格の確保のために政治的中立性を確保することが求められております。このため一般職の地方公務員につきましては地方公務員法第36条におきまして公の選挙または投票において特定の人または事件を支持しまたはこれに反対する目的を持って公の選挙または投票において投票をするようにまたはしないように勧誘運動をすること署名運動に積極的に関与すること金品の募集に関与すること文書を庁舎に掲示するなど地方公共団体の庁舎、施設、資材または資金を利用しまたは利用させること等が禁止をされております。この政治的行為の制限に違反する行為につきましては刑事罰は課されておりませんが懲戒処分の対象となります。こうした現行法の規定は憲法改正国民投票を念頭に置かずに制度設計をされております。公の投票につきましては制度趣旨としては住民投票などを想定をいたしておりますけれども時期上は国民投票も対象となり国民投票運動も同法において禁止されている政治的行為に当たる場合があると考えられます。なお附則第11条は国家公務員法地方公務員法の定める一般的な公務員の政治的行為の制限について国民投票運動の自由確保と公務員の政治的中立性の観点から憲法改正の国民投票法上いかなる特則を設けるべきかという問題として国会において議論されてきたものと理解をいたしております。総務省といたしましては憲法審査会におけるご議論を踏まえながらその状況に応じて関係府省とも協議しつつ適切に対応してまいりたいと存じます。なお次ページ以下にただいま申しました制度の概要の資料また参考条文を添付をしているところでございます。以上でございます。ありがとうございました。以上で政府の質問、説明は終わりました。これから自由討議に入りたいと存じます。発言を希望される方はネームプレートをお立てください。それではまず船田委員からお願いします。ありがとうございます。自民党の船田でございます。この公務員の国民投票運動における制限につきましては我々の当時立法をした立場としまして次のような趣旨がございました。国民投票運動においてはできるだけ多くの人々に参加をしていただきたい。また政党や人を選ぶ選挙ではなくこの国民投票は政策を選ぶ、憲法改正是か非かどう変えるかという高度な政策を選ぶわけでありますので以上のような観点から公務員といえども特定の政党を支持しないあるいは地位利用ではないそういう形での意見表明や勧誘運動までは制限を加えないようにしたいこれが私どもの趣旨でございました。ところが国家公務員と地方公務員ではその運動の制限の対象がそもそも異なっているこのためにさまざまな混乱が起こりかねないわけでありますので我々は当時公務員であれば国であれ地方であれ同じ対応にするようにしてほしいというのが私たちの考え方でございました。そこで質問に移りますが一つはこれいずれも総務省場合によっては人事にお願いしたいと思うんですが公務員の政治的行為の制限対象について今説明がありましたように国家公務員については人事規則の中で公職の選挙での投票勧誘と書いてありました。一方地方公務員の場合には
地方公務員法において公の選挙、中黒投票での投票勧誘と、まあ、こうなっております。この規定をそのまま適用することになりますと、国家公務員においては、この公の投票ともいえる、国民投票の投票運動については特に、制限対象になっていない。それから、地方公務員の場合には公の投票となっておりますので、これを国民投票と読み取れば国民投票運動においての制限が加わると、このような違いがあります。そもそもその公の投票というこの言葉をですね、地方公務員法の中に入れたのは先ほどもちょっとありましたけれども、いわゆる住民投票というのを前提としたものであると思いますけれども、現状においてこの矛盾をあるいはその齟齬をなくすためには、この人事規則そして地方公務員法の今申し上げた部分についてはこれを修正し、そして同じ表現にすべきではないかと思っておりますが、それについての考え方をお聞かせいただきたいのが一つ。もう一つの質問は、この国家公務員はこの政治的行為の制限規定に触れた場合に罰則により対応するわけでありますが、地方公務員の場合には懲戒処分の対象とはなりますが罰則は設けておりません。この違いがなぜ生じているのか、またこの違いについては、将来において、整合性を取る必要があるのではないかと思いますが、総務省人事院のご意見をいただきたいと思います。以上です。ありがとうございました。それでは総務省からご答弁でお願いします。人事院からお願いいたします。すみません、最初に私の方から国家公務員法に基づく人事規則に公の投票という規定がないのはなぜかという点についてですね、お答えしたいと思います。で、制限の対象となる行為を規定する人事規則14の7におきましては、昭和24年に現行制度が創設されて以来、まあ、現行のように公職の選挙や最高裁判官の国民審査などと公の投票に該当するような投票について個別具体的になどですね、国民審査など公の投票に該当するような投票について個別具体的に列挙した上でこれに対する賛成または反対の目的を規定しているところでございます。で、現行制度におきまして政治的目的として制限の対象となる投票を、まあ、現行のように個別に列挙する形としているのは、まあ、どのような理由であるのかというのを、まあ、現時点で申し上げることは難しいございますが、行政の政治的中立性の確保という国民全体の共同利益との関係で、まあ、表現の自由という重要な基本的人権を制約する制度であることを踏まえまして、規制の対象となる政治的目的を法令で限定的に、まあ、規定する、まあ、現行のような形になっているものというふうに理解をいたしております。それで人事規則に新たに公の投票を、まあ、政治的目的として例えば加えるということにつきましては、そういたしますと政治的行為の制限の規制対象範囲が、まあ、拡大をするということになります。で、公務員の政治的行為の制限につきましては政治的中立性の確保と表現の自由の保障との両面から、まあ、さまざまな考え方や意見があるところでございますので、まあ、慎重な対応が必要なのではないかというふうに考えております。で、なお地方公務員法との関係につきましては、私ども直接地方公務員法を所管しておりませんのでコメントは控えさせていただきたいというふうに思っております。以上でございます。総務省どうぞ。お答え申し上げます。まず第1点目の国家公務員法と地方公務員法の違い、その理由なりあるいはこれを修正をして合わせるということについてのご指摘でございます。法律が制定された当初の昭和20年代の詳細な議論というところまでなかなか難しい点が私どもとしてもございますけれども、こういうような違いになっているというのは規定の仕方の違いということであろうというふうに思っております。
国家公務員法は人事規則に具体的な政治的目的と政治的行為を規定をするということを委ねているということでありますのに対しまして、地方公務員の法は法律で政治的目的を規定した上で法律および条例で政治的行為を定めると、このような規定の仕方というところの違いがあるのだろうというふうに思っております。でいずれにいたしましても、こういった違いを合わせるということにつきましては、公務員が国民投票に対して行う憲法改正に関する賛否の勧誘、その他の意見の表明が制限されることとならないよう必要な法制上の措置を講ずるものとすると、こういう国民投票法則第11条の趣旨からいたしまして、何らかの検討が必要であろうというふうには思っておりますが、そういったことをまさに国会においてるるご議論をいただいているところだというふうに思っておりますので、私どもといたしましては国会のご議論を十分踏まえまして適切な対応をいたしたいというふうに思っております。それから2点目の罰則についてのお話でございます。国家公務員の政治的行為の禁止規定に違反した場合罰則があるのに対しまして、地方公務員の方につきましては法律上その違反行為に対しては罰則がないという、この違いでございます。まず一般的に申し上げますと、地方公務員の政治的行為の制限につきましては地方公務員法制定時、昭和20年代でございますけれども、その当時に懲戒処分をもって足りるという考え方から罰則を付さないこととされたものでございます。一部の規定につきましては政府提案の段階で罰則があったようでございますけれども、そういったことも国会の審議のご審議の過程で修正をされて罰則なしに変わったと、具体的にはそそのかし煽り行為等でございますけれども、そういうものにつきましてのみ罰則を政府提案では用意をしておったようでございますけれども、これも国会のご審議を通じて修正して罰則はなくなったと、このような経緯をたどったというふうに理解をいたしております。それからまた地方公務員の政治的行為の制限は法律で定める行為だけではなくて、条例で一定定めるということもできる仕組みになってございます。従いましてこういったものを含めて一律に法律上罰則を課すということは困難ではないかと、そのような議論も当時あったようでございます。いずれにしましても公務員の政治的行為の制限につきましては基本的人権に関わる問題でございまして、これまでも立法府司法府でもさまざまなご議論が行われてきたところでございまして、その取り扱いにつきましては慎重な議論がされるべき問題だろうというふうに考えております。さらにまた国民投票にかかる公務員の政治的行為の制限についての扱いということになりますれば、憲法審査会でのご議論ということでいろいろなご議論がされるものだろうというふうに私どもとしては理解をしているというところでございます。以上でございます。ありがとうございました。それでは大島委員どうぞ。憲法改正案が国民投票に付されるためには両議員の両院の3分の2の賛成で発議されることが条件となっておりまして、衆参両院の中で合意形成に向けてさまざまな論点についての精査が行われ、かつその合意形成に向けての歩みについても報道機関等で国民にあまねく周知されると想定をしております。ですから3分の2の賛成で発議されるのであれば、国民は相当多くの国民がその改正案についての理解が深まっているだろうということを想定をいたします。そうして憲法というのは今後の統治の在り方や人権保障の在り方など将来の国の在り方を選ぶ投票でもありまして、
むしろ広く一般国民が議論をして判断をしていくことが重要だと考えております。公務員についても同様でございまして、国民投票運動についてももっとおおらかであって良いのかと考えております。国民投票法がその制定される過程の中で、民主党としては当時修正案平成19年に出しておりまして、公務員が国会が憲法改正を発議した日から国民投票の期日までの間に行う国民投票運動および憲法改正に関する意見の表明並びにこれらに必要な行為については次に掲げる規定は適用しないということで全面的に適用除外にしているのも、このおおらかに議論をし、その深めた方がいいという考えでございます。以上です。失礼しました。質問はないんですが、それでは次に、話し幹事をお願いします。会長ありがとうございます。自由民主党の話康弘でございます。私もこの憲法改正国民投票法案の立案に関わったものとして、当時今大島委員の方からもご議論がありましたけれども、全面的に国民投票に関するものは除くべきであるという議論もありましたが、さはさりながら国民投票に名を借りた形で別途の政治的目的を持って行うような政治的行為までが除かれてしまうということでは問題があるのではないかということで、この宿題といいますか検討事項ということでさらに検討協議ということになったんでような経過を思い出しております。そこで基本的には私は地方公務員法の世界からどういうような形で純粋な憲法改正の意見表明、これ少なくともこの点については当時も多くのコンセンサスがあって、さらにそれをどこまで広げるかという話だったと思いますけど、これをどのような形で自由にするということを担保するかということだと思うわけですが、国家公務員法の世界においても純粋な国民投票にかかる意見表明については政治的目的にはならないんでしょうけれども、それに名を借りた形で先ほど特定の政党あるいは特定の候補者を支持する反対するということについての例示はありましたけれども、例えばまず一問です。人事院に私は現在の内閣を強く支持している、それゆえ現内閣が政治生命をかけている、今回の憲法改正に賛成だと、憲法改正に賛成して現内閣への支持を大いに盛り上げよう、そういうような目的を述べてですね、人事院規則の14-7-6閣合に掲げるような行為を行えば、いかにこれ憲法改正の国民投票運動を装っていても相当禁止される政治的行為に当たる場合が多いのではないかと考えます。明確に答弁を願いたい。そしてそういうようなことがケースとしてあるということであれば、やはり人事院としてはたとえ憲法改正国民投票運動を装っているとは言っても、やっぱり政治的行為として禁止される場合があるということを、具体的にやっぱり示して、分かりやすく示してやる必要があると思います。特に一般職の国家公務員の政治的行為の規制というのは教育公務員にも順用されるということで非常に大きな問題だと思います。以上2点について簡潔にお答えを願いたいと思います。はい、人事院どうぞ。お答えいたします。一般職国家公務員の政治的行為の制限について規定する人事規則14-7は、制限の対象となる政治的目的として特定の内閣を支持しまたは反対することを掲げているため、特定の内閣を支持しまたは反対する目的をもって第6項各項に掲げる行為を行った場合には政治的行為の制限に抵触することになります。で、ご指摘のようなケースは憲法改正に関する意見表明を行ってはいるものの、その理由として現内閣への強い支持を述べるなど、特定の内閣を支持する意図を明確に示す発言を行っておりますことから、特定の内閣を支持しまたは反対することという政治的目的に該当するものと考えられます。
したがってそのような政治的目的を持って第6項各号に掲げる行為を行うことは禁止される政治的行為に該当するものと考えられます。それから2点目の、禁止される場合があるということを、具体例を示して分かりやすく示すことが必要なのではないかという点でございますけれども、この点につきましては、国民投票法付則第11条に基づき講じられる、法制上の措置の内容も踏まえまして、どのような行為が、政治的行為の制限の対象となるのか、典型的な事例を、職員に対して、分かりやすく示すなど、適切に対応してまいりたいというふうに考えております。はい、ありがとうございました。さらにこの憲法審査会の場で議論を深めたいと思います。以上でございます。はい、次に坂本委員お願いします。はい、会長。日本維新の会の坂本雄之介です。公務員の政治的行為の制限について意見を述べさせていただきます。先ほど18歳関係の問題について申し上げたところでございますが、日本維新の会が5月16日に提出いたしました国民投票法の改正案の中で、公務員の政治的行為の宿題についても方向性を提示しております。その内容は国民投票法付則11条の趣旨を踏まえ、公務員が国民投票に際して行う憲法改正に関する賛否の勧誘や意見の表明が制限されることのないよう、他の政治的目的を持った政治的行為を伴わない純粋な勧誘行為、意見表明に限って認めることとしております。私は公務員の政治的行為をいたずらに緩和するべきではないと考えております。憲法改正の大義を実現するため、必要最小限の範囲内でその宿題に対応するべきだと考えております。以上です。はい、ありがとうございます。それでは西川委員どうぞ。先ほどの話議員の意見と割合趣旨は同じだと思いますが、この今回の国民投票法に11条に規定されております公務員が国民投票に際して行う憲法改正に関する賛否の勧誘その他意見の表明が制限されることの内容にというのが、そもそも私はこれが疑問です。それは国民投票法と言いながら、この国民投票の対象となるのが今の場合想定しているのが憲法改正でありますから、その憲法改正に関して投票を勧誘するということは、一定の政党なりそれなりがそれぞれ改正そのものが全て反対という政党もあるわけですから、この国民投票法に関して自分の意見をさらに勧誘をするということ自体が非常に問題だと思います。個人の意見を賛否を言うことは今の表現の自由として保障されるべきでしょうが、勧誘ということは明らかにそれは公務員の中立性を超えていることだろうと思います。ですから一定の政治的目的を持って一定の政治的行為が制限されることとなっていますというこの人事院の14条の7項に抵触すると思うんですね。要はその単に国民投票法に行きましょうということは客観的に見るとそれほど政治的中立を犯しているとは思えないけれども、現実にその想定する対象が憲法改正という対象であるならば、そこに当然その政党としてのそれの表現がはっきりと分かれているわけですから、そのことに明らかに抵触すると思います。そして国家公務員と地方公務員で罰則規定がないというのはやっぱりおかしいです。その対象、法職する対象の国民は市民であり国民であり同じなんですから、そこは同じように罰則規定を設けるだろうと、設けるべきだろうと思います。以上です。はい、ありがとうございました。次に畑中委員どうぞ。みんなの党の畑中光成です。憲法改正については幅広く国民の意見を問うべきという考えた方から、公選法等に定める場合を除いて基本的に、全ての公務員について政治的行為の制限を見直すべきと考えています。一方でそれが組織の活動に利用される懸念も拭いされません。2009年の衆院選の際の北海道の教職員組合の
活動が逮捕者まで出し、ついには支援された議員の辞職にまで至ったことなどを考えると、国民投票における公務員の政治的行為は幅広く認められるべきですが、違法行為については厳しく処罰されるべきだと考えます。現行の国民投票法においては103条において公務員教職員の地位利用の禁止を規定しているところですが、罰則はありません。そこでお伺いしたいんですが、過去の選挙において公務員教職員の地位利用についてどのくらい違反行為があったのか、またどのような処罰がなされたのか教えてください。はい、総務省お願いいたします。公職選挙法についてお答えいたします。公務員につきましては、公職選挙法の第136条の2におきまして、その地位を利用して選挙運動をすることができないと規定されております。これに違反をして選挙運動をした者につきましては、2年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処する旨の定めがございます。一方、さらに教育者につきましては、公職選挙法の137条におきまして、学校の児童生徒および学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることはできないと規定しております。この規定に違反して選挙運動をした者につきましては、1年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処する旨の定めがございます。お尋ねの最近 の違反の件数でございますけれども、警察庁の公開された資料によりますと、過去3年に見ますと、公務員等の地位利用で検挙された件数は、平成22年が2件、検挙の人員は2人、23年はゼロ、平成24年が5件で検挙人員は8人となっております。教育者の地位利用で検挙された件数は、この3年で見ますと、0件でございます。よろしいですか。はい、この問題については、教職公務員の問題が非常にセンシティブな問題だと思います。で、例え話で言えば、学校の生徒が先生に、今度憲法改正っていうのがあるんだそうだね、私は投票権があるんだけれども、先生どう思うといったときに、先生がどういう答えをされるのか、その答えがの問題になるのかならないのか、その生徒が家へ帰って、先生はこれは反対だって言ってたよっていうことをお父さんに言った、お父さんは賛成派だった、そうするとその問題が具体的な問題としてですね、浮かび上がってくる可能性がある。でそれを、そういった問題に対して教職公務員の扱いについて文部科学省はどういうふうにお考えになるか、これちょっと意見があったらおっしゃってください。はい、どうぞ。お答えいたします。初等中等教育段階の公立学校あるいは公立大学との教育公務員の国民投票運動に関する行為の制限として、先ほど来出ております103条において他の国家公務員や地方公務員と同様、第1項によって公務員の地位を利用した国民投票運動が禁止されているということに加えまして、第2項により教育者の地位を利用した国民運動が禁止されているというところが規定がございます。で、具体的にこの規定を対応してどのような行為がこの教育者の地位利用に当たるのかというのは、今後個別具体にこう検討を重ねていかなければいけない課題ではないかというふうに考えております。またこの103条以外の国民投票運動に関する行為の制限を検討するという際には、現行制度で教育公務員は政治的行為の制限につきまして、教育公務員の職務の特殊性に鑑みまして、教育公務員特例法18条によりまして、国家公務員法及び人事院規則が適用されるということで、本来であれば地方公務員でありますけれども、
教育公務員につきましては国家公務員並みの制限とされているという現行制度の趣旨を踏まえまして、今後はこの検討にあたりましてはその国家公務員並びとするという現行制度を踏まえた検討が必要ではないかというふうに認識しているところでございます。先生は意見表明なんだよという気持ちで生徒に答えた。しかし生徒の方はですね、子どもですから、子どもと言っちゃ失礼だけど、これは先生がそうおっしゃったんだということを家へ帰って話をする、他で話をするということはあり得る、こういうことをどう考えるかということについてはですね、よく文部科学省の中でも検討しておいていただきたいと会長において要請をいたしておきます。次に笠井委員どうぞ。会長、日本共産党の笠井亮です。端的に意見述べたいと思いますが、公務員の国民投票運動をめぐる問題について言いますと、先ほど立花部長からも経過の説明あったと思うんですけれども、この改憲手続法案が審議された当初はその法案の中のその地位利用による禁止規定の問題ということで主に議論がされて、国家公務員法等によるその政治的行為の制限の問題というのは私の印象ですけれども、提出者はあまり気がついてなかったんじゃないかという感じが議論を見ていて参加していて思ったんですが、私はその地位利用だけじゃなくて国交法等による政治活動の禁止規定も国民投票運動の場面では適用されて、それがこの萎縮効果を生むこと、萎縮効果を生むことを指摘をしてまいりました。同時に公務員の政治的行為を制限した国交法との規定そのものが憲法違反だということも言ってきたわけであります。やるならそこを改めなきゃダメだと。でそうした審議を経て提出者は2006年のこれまた12月14日ということになりますが、今船田委員が苦笑いされてますけれども、幹事、国交法等による公務員の政治的行為の制限規定については全面適用除外とする修正を表明をしたと。でところがその翌年明けて3月の2007年3月27日に突如適用除外にしないという併合修正案を提出したと、この資料にある通りです。でこれはやっぱり国民投票運動に関わる重大な変更だったと思うんですね。でにもかかわらず、さっきの問題ともかかるんですけども、その後の審議というのは公聴会含めてわずか3回しかやらなかったわけで、私3月29日にまた4月12日にも公聴会での公示人の意見も踏まえて質問いたしました。でそれは憲法上公務員はその職務に対して公正中立が求められているのであって、なぜ一国民として行う国民投票運動に制限が加えられなければならないかという大問題についてであったわけですけれども、しかし議論はそのわずかの時間しか審議しなかったんで、生煮えのままに自民公明が採決強行と。だから今日だってその自民党の委員の皆さんからも政府側に質疑があったり、当時のそもそも提出者の意見と違うというご意見が出たりということになっているんだと思うんですね。で先週の幹事懇談会でこの問題も議論したときに、国民投票運動と政治活動との切り分けという問題がこうなかなか難しいんじゃないかと、困難じゃないかという意見が与党の幹事からもありました。でそれほど重大な問題をはらんでいると思うんです。で政治活動の制限を残せば、いくら先ほどその典型的事例を示すというふうに言われたけれども、現場では国民投票運動を取り締まる側が拡大解釈しかねないし、どこまでが国民投票運動として可能なのかが分からなければ、公務員は自由に運動に取り組むことができなくなると。これは自由にやろうというのはそもそも提出者は言われていることですから、そうすると国民投票運動全体への萎縮効果が非常に大きくなって、結局公務員、ひいては国民の運動を抑え込むということになっていくということになると、この問題はその問題だということを指摘しておきたいと思います。以上です。はい、ありがとうございました。それでは次に竹政委員の、斉藤さんお願いします。公明党の斉藤です。すでに質問通告をしたことについてはほとんど出ましたので出ましたんですが、改めて整理する意味でもう一度、人事院と文科省については二人の方にお聞きしたいと思います。まず人事院ですが、政治的行為の制限の対象とならない、国民投票運動について政治的行為の対象とはならない、しかし、実質的な特定政党への支持、反対を目的としてはならないということでございますけれども、現実には政党がそれぞれ賛否を明らかにして、多分政党がその運動の主体になると、したがって意見表明をしたり、運動したりすることは実質的に
政党への支持の運動になりうる可能性が非常に強いと現場感覚では思うんですが、この点について人事院はどう考えているかということが1点目の質問です。2点目は教育公務員、初等中等教育から高等教育、それぞれ教育公務員がおります。大学で大学の先生が自分の学説や信念に基づいて意見表明するというのは、常識的にあり得るんだろうなと。しかし初中教育の現場では先ほど18歳投票ということになりますと、自分が教えているクラスの中に投票権を持った人もいると。そういう中で先生はどう考えるんですかと聞かれたときに意見表明せざるを得ないというようなことがどう、こういうことが許されるのかどうかということについても真剣に考えていただかなくてはいけないと思います。それから今日は私立学校部長にも来ていただいておりますが、私立学校に勤めている先生は教育公務員では公務員ではありません。したがって比較的自由なこととなると思いますが、私立学校においても同様な問題がある。しかし優越的地位を使って、投票を誘導するようなことがあってはいけない。私立学校にあってもいけないわけで、この私立学校における学校の先生の国民投票運動についてどのように、私立学校では考えているのか、以上3点お伺いします。まず人事院からお願いいたします。それでは第1点目についてお答え申し上げます。現行制度上政治的行為の制限の対象となるのは人事規則14-7第5項を各号に掲げる政治的目的を有する場合に限られます。で、少し具体的な例によりご説明申し上げますと、例えば憲法改正の賛否等の意見を述べることを目的とする集会の場で、一般職国家公務員が憲法改正に関する賛否等の意見表明のみを行うということは、現行制度上該当する政治的目的がないため制限の対象とはならないというふうに考えられますが、その際に特定の政党を支持し、またはこれに反対する意図が明確に認められる発言を行ったという場合には、特定の政党の支持または反対の目的に該当してくるため、制限の対象となりうるものと考えられます。で、ご指摘のように憲法改正の国民投票運動は、さまざまな政党や団体が、憲法改正案の各項目について賛否を明らかにして、運動するということが想定されますが、一般職国家公務員が、そのような場で憲法改正への賛否等の意見表明のみを行うような場合には、通常特定の政党の支持または反対の目的には該当せず、制限の対象にはならないものと考えられます。はい、ありがとうございました。次に初等中等教育局長。お答えいたします。初等中等教育段階の公立学校の教員につきましては、まず103条、この法律の103条において公務員の地位を利用した国民投票運動が禁止されていることに加えて、第2項により教育者の地位を利用した国民投票運動が禁止されているという規定がございます。それを踏まえてどのような教員の行動がこの国民投票運動として禁止される行動に当たるのかというのは、先ほど堀会長からのご指摘もあり、今後十分個別具体に検討すべき課題でございます。併せまして学校教育につきましては、教育基本法の14条の第1項で政治に関する教養を高めるということは重要な課題として位置づけられ、政治的な課題につきまして学校の中においても十分議論を深めると、理解を深めることが必要であります。その一方で第2項では、法律に定める学校は特定の政党を支持し、またはこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならないという政治的な中立性を求める規定も合わせ規定されてございますので、これらの規定とのきちっと踏まえた形で教員の場合、どこまでの国民投票運動が禁止されるのか、どこまでが強要されるのかというのは
公務員国家公務員制度あるいは地方公務員制度の検討と合わせて十分文科省としても検討するべき課題というふうに受け止めております。はい、はい、どうぞ。文部科学省の私学部長。はい、文部科学省私学部長でございます。ご質問の第3点目でございます。法律の第103条第2項に関するものでございまして、先生ご指摘のとおり私立学校にもですね及ぶ規定でございますが、この規定私立学校に限りませず教育者すなわち学校教育法に規定された学校の校長教員一般についてその地位を利用した投票運動を禁止するという趣旨、趣旨で規定をされております。従いまして、一つはその私立学校という地位に着目をして、そこだけを独自に何らかの基準を設けるという考え方には立っておらないということでございます。で、そうしますと学校の校長先生あるいは教員一般の方々のどのような行為がその制限に当たるかということにつきましては、ただいま初等中等教育局長からもお答えいたしましたように、また堀会長から先ほどご指摘になりました十分検討すべき点とも関連いたしますが、それは個別具体的に検討する事柄ではございますけれども、ただ現時点におきましては、例えば国会審議の過程で同様の構造をしております公職選挙法との規定ぶりの関連等につきましても相当詳しくご議論が行われたように認識をいたしております。で、この中ではですね、一般的には学校の長あるいは教員の地位を利用して学生さんやあるいは保護者に対して働きかけるというような行為、例えば単位を上げるか上げないかというようなことをほのめかしながら言うかどうかとか、そういったかなり の具体的なところまで突っ込んだご議論が行われております。こうしたことも十分参照しながら解釈し判断していくべきだと思いますけれども、実際には具体的な事案に即して総合的に判断されるという点は従来の公職選挙法等の取り扱いと変わらないものというふうに理解いたしております。変わってるからそれでは竹政にお願いいたします。はい、この公務員の政治的行為に係る制限の緩和については、先ほど大島委員が述べたとおりでありますが、公務員が行う憲法改正に関する賛否の勧誘意見表明等については特定の政治的目的を持つものであって、特定の政治的行為に該当する行為についてのみ国家公務員法等の政治的行為の制限に係る規定を適用するものとし、それ以外の行為についてはこれらの規定を適用しないものとすると、いわゆるネガティブリスト方式と、イコールのことを述べたところであります。ネガティブリスト方式とイコールということであれば、原則自由であり、より一般的な政治活動以上に制限は制約的でなければいけない、少なくなければいけないと、こういった考え方にのっとっているわけであります。ただ先ほど来公務員および、教育公務員あるいは教育者についての地位利用についてのですね、お話があるんですが、これは法制局に伺いますけれども、この憲法改正国民投票法の制定過程においてこの地位利用についてですね、どのような規定で、この法律が施行されたのか、これについて紹介をしていただければと思います。はい、これは法制局からお答えください。立花部長。竹松先生、ご質問ありがとうございます。公務員及び教育者の地位利用に関する規定、禁止規定については国民投票法制定の際にも大変なご議論が ありました重要な論点の一つであるかと存じます。ご提出者の先生方がおられる前で私がご報告するのも大変僭越ではありますけれども、公務員及び教育者それぞれについて、どのような行為が地位利用に当たるのか当たらないのか、一般に地位利用という文言の解釈で済ませるのか、それともそれをより具体的に
公務員であることに伴って特殊のその優越的な地位を利用するのであるというふうにより要件を具体化するべきではないのか、またこれに関する違反行為に対して罰則を設けるべきか否かについても大変詳細なご議論があったところかと存じます。詳細は当時の議事録には議事録にも掲載されておるところでありますが、具体的に教育者の場合には大学の先生と大学の先生以外のまさしく初等中等のレベルの教員の先生方の対応について、船田先生、安岡先生、花先生はじめ各先生方のご答弁があったと記憶しております。また罰則を設けなかった理由につきましても、基本的には懲戒処分等で対応すれば足り、罰則によって、その国民投票運動に関する萎縮的な効果を与えてはいけないといったようなご議論もあったように存じます。現在国民投票法不足国民投票法の103条1項2項に規定されている要件の具体化はまさしくその地位利用に関する公選法の規定を参考にしつつも国民投票運動の場合に限定して、規定された条項であるかと存じます。以上です。はい、ありがとうございました。それでは平沢幹事からどうぞ。平沢委員どうぞ。ちょっと人事院にお聞きしたいと思うんですけど、先ほどの人事院の答弁というのはちょっと時間に苦しむんですけどね、要するに先ほど言われたのは公務員がね憲法改正について賛否を明らかにすることは政治的行為には必ずしもならないと、ですからこれは自由だということだろうと思いますけどね、今までのいきさつそして今の現状を見ればね、憲法改正については言うまでもなくそれぞれの政党が改正について A とか B とか C ということを明らかにするわけですよ。でそういった中でもし公務員がですねこの憲法改正については自分は A という立場、B という立場、C という立場ということをみんなの前で明らかにすればね、それは当然のことながら政党と密接に関係しているわけで、その政党に対する必然的にその政党の考え方に対する応援、あるいはその政党の活動に対する応援につながるんじゃないですか。ですから公務員が憲法改正について明らかに自分の立場を明らかにすることは即そのことを同じ考えを持っている政党に対する支持または不支持につながるんじゃないですか。ですからそれをセパレートにすることが果たしてできるのかどうか、そのことについてもう一度教えていただけますか。はい、人事院お答えください。お答えいたします。先ほど申し上げました例は、現行制度における考え方を踏まえて申し上げたものでございます。それで憲法改正に関する、賛否の意見のみをもっぱらですね、表明するということ自体はこれは現行の政治的目的には該当しないというふうになります。それで別途特定の政党の支持反対という目的は規制される政治的目的に該当してまいりますので、そういった場で、その特定の政党の支持を、明言するとかですね、行為の対応とか内容によりますので、いろんな形態あると思いますけれども、そういう政党を、支持するということを明らかに意図をですね明らかに示すような発言をしたような場合については、これは特定の政党を支持反対するというふうに、該当する場合もあり得るということを申し上げたものでございます。はい、平沢さんそれでよろしいですか。ちょっとよくいいですか。はい、ちょっとよくわからないんですけども、憲法改正についてある立場を明らかにすることは即その考えをと同じ政党に対する支持不支持を明らかにすることになるんじゃないですかと。ですから政治的行為につながるんじゃないですかって聞いてるわけです。ですから今人事院の方が言われたのは憲法改正について立場を明らかにすることは必ずしも政治的行為とはならないと言ってますけども、憲法改正というのはそれ極めてこれ政治的な問題で、それぞれの政党が立場を明らかにしてますから、それぞれの政党に対する支持不支持に即つながるんじゃないですか。それセパレートできるんですかどうですかって聞いてるわけです。もう一度お答えいただけますか。はい、人事院お願いします。
あくまでもあの現行制度上の考え方であの、申し上げますと、その特定の政党の支持反対というのはあのその政党の勢力の、まあ、維持ないし拡大を目的とするものという解釈をしております。したがいまして、まあ、そういったあの目的をですね持つようなものについては該当するわけですけれども、その純粋なその意見あの憲法改正なりについて の意見それ自体はですねあの必ずしもあの直ちにその特定の政党の支持反対つまりその特定の政党の勢力の維持拡大にあのつながるということでは必ずしもないというふうに思います。でもいろんなあの、形態とかあの事情あの行為の対応とかございますので、あの一概には申せない挙げられないところはございますけれども、 あえてこうあの具体的にできるだけこう分かりやすく例として言うと、もっぱらそういう意見表明のみをやっている場合はあの政治的行為に現行制度上はですね該当しないと。でその際にその特定の政党を支持するということを明言するしているような場合については該当しうるということであの申し上げているところでございます。平沢幹事、これで納得されますか。どうぞ。ちょっと分かりませんけれども、まあ、これ以上やっても水掛け論ですから あれですけれども、あの私が言っているのはこれセパレートできるんですかということなんです。ですからあの今人事院の方が言われたのは特定ただ憲法改正について一つの立場を述べること自体は全然政治的行為じゃないということを言われているんだろうと思いますけれども、憲法改正についてある立場を明らかにしてそれと同じ考えを持っている政党があるわけですから、その政党に対する必然的に支持とか不支持につながるんじゃないですかということを言っているわけですよ。でそれについての答えでは全然ないなという感じがしますけど、これ以上やっても水かけ論ですから結構です。ここはあのこういうご意見が ありましたということをですね踏まえてよくあの考えておいていただきたいと思います。それではあの中谷幹事お願いします。はい、先ほどから審査会長が文科省に質問をしてますけれども、公選法の基準とかはもうすでに示されています。でしたがってこの国民投票法でこの条文が決められて、それが違うからこう質問しているんですけれども、どうも文科省も総務省もですねその判断基準とか事例の研究など本当にしているのかなと、もういくら聞いてもこれから検討しますみたいな返事になってまして、非常にこの法律に従って必要な措置を講じるという作業をですね本当にしているのかどうか、その状況について伺いたい。もし政治的に何か決定が必要ならば我々がしなきゃいけませんけれども、そのような決定が必要かどうか、そういう認識は伺いたいと思います。でそこで会長が質問したものについてもう少し聞かせていただきますが、この法律は憲法改正に関する賛否の勧誘その他の意見表明が制限されることがないようということになってますが、先生が教団で私は反対ですと理由はこうですと言ったのはまさしく賛否の勧誘意見表明ですから、これ丸じゃないですか。で例えばそれは入り口でビラを配りましたと、で私の考えはこうですと、まあ、そういうのも賛否の表明勧誘ですから丸じゃないですか。で例えば宣伝カーで、演説する、演説会で講演をする、この条文からいくと丸なんですよね。でそれについて、そう言えるのか言えないのか、何がいけなくて何が悪いのかという基準についてどう考えておられるのか、またもう少しお伺いしたいと思います。はい、文部科学省どうぞ。お答えさせていただきます。この法律の103条第2項によって、教育者として制限される行為の具体例ということにつきましては、この条文で学校の児童生徒及び学生に対する教育上の地位にあるために特に国民投票運動を効果的に行い得る影響力または便益を利用して国民投票運動をすることができないという規定になってございます。このを踏まえて具体的な教員の行動活動が
どのような事情の場合には許されないことになるのかといったところは、総合的に勘案して判断していくということになります。でこの具体的な事例等についてまだ学校現場に対して個別に通知をしたりという段階までには至ってございませんけれども、今後とも国家公務員あるいは地方公務員としての制限ということを踏まえて、この教育者に対する具体的な指導についても十分検討させていただければと思います。はい、どうぞ中田さん。はい、その作業を行うというこれから行うということなんですが、じゃあその作業を行う上において何か政治的な決定が必要ですか、それとも文科省等の、政府の判断でどんどんやれるのか、しなければならないのか、なぜしないのかという判断については何か一つの政治的な要素が必要なんでしょうか。はい、文部科学省どうぞ。繰り返しのお答えになるかもしれませんけれども、公務員、国家公務員あるいは地方公務員としての制限というものが具体化されたことを踏まえ、地方公務員たる教育者あるいは公務員ではない教育者にとってどのような行動活動が制限すべきかどうかといった点につきましては、先ほども触れさせていただきましたけれども、教育基本法の14条というところで、政治に関する教養を高めると、関心を高めるという規定とともに、特定の政党を支持しまたはこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならないという規定もございますので、それらを踏まえて、より具体的なものを学校現場に示すということが必要かと考えてございます。これは繰り返しになりますけれども、公務員全体の活動の制限の検討と並行して教員に教育者につきましても取り組まなければいけないというふうに認識はいたしております。はい、同じ答弁なんですけれども、この法案では必要な法律法制上の措置を講じるとなっておりまして、この法律ができてからもう3年も4年も経つのに一向に進んでないというのはどうしてなんでしょうか、なんでできないのかなと。で、じゃあ検討するということですが、いつ頃までに結論を出すつもりで検討するんでしょうか。はい、文部科学省どうぞ。この時期につきましては速やかにというふうには考えますけれども、公務員全体の制限の位置づけを踏まえて検討すべき課題でもございますので、そういった点も十分踏まえながら対応させていただきたいと思います。もういいだろう。非常に微妙な問題だと思います。したがってですね、十分に検討っていうんだけど、検討だけじゃなくてですね、やっぱりそのガイドラインをきちんと具体的に整備するような努力をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは最後になりますが、いいですね、最後になりますが、笠井委員から簡単に一つ。はい、簡単にやります。共産党の笠井、日本共産党の笠井明です。先ほど平沢幹事の方から、その国民投票運動と政治家とどうやってセパレートできるのかと、できないじゃないかという話は、そういう問題意識、私、非常によくわかります。どっち持っていくかは、その先はわかりませんが、議論しなきゃいけないと思うんですが、今の聞いてても、じゃあ目的意図は、じゃあ誰がどう判断するのかってなったときに、これはもう非常に萎縮効果につながる、直結する話になってくるわけで、申し上げた通りです。で、一つ、議論がちょっとごちゃごちゃになっていると思うんで、立花部長に確認したいんですけども、このいわゆる3つの宿題と言っていて、その政治的行為の問題で、ここに今、議論になっている問題で、この集権士の資料にもありますが、これは公務員の政治的行為の制限に関する検討条項ということで言われているのは、あれですよね、国家公務員法の102条の話、110条と地公法でいうと36条と、人事規則でその14の7に関わる問題についての検討ということになっていると思うんですけども、先ほど その教育者や教育公務員の話は、これはつまり地位利用の話で、これは先ほど冒頭説明もあったみたいに、会見手続法、国民投票法でいうと103条で、
これは公選法との関係の議論だと思うんですよ。つまり宿題に残ってるから検討しなきゃいつまでにって話をちょっとごちゃごちゃになってると思うんですが、その線の整理をちょっとやっていただきたい。つまり宿題っていうふうに言われているものっていうのは何について言ってるのか、教育者の問題はそこに入ってるのか、地位利用の問題はここで言っている宿題の項目になってるのかどうか、そこをちょっと整理してください。はい、法制局どうぞ。笠井先生、ご質問ありがとうございます。純粋に実務的なというか事務的な観点からのみお答えさせていただきたいと思います。と申しますのは立法政策の場面では、政治的行為の問題と地位利用の問題が現場においては錯綜することがあるために、立法政策として先生方が一緒にご議論されるというのはこれは当然だからでございます。その上で附則11条の宿題の対象としているのは国民投票法103条の地位利用の問題とは別に、国交法102条、地交法36条などに規定している公務員の政治的行為の制限をどこまで適用するかしないのかという問題に限られているものと存じます。そして中谷先生からもご指摘がございましたが、この問題の下で、この宿題の下で法整備をされるのは、政府に対する指示ではなくて、まさしくこの憲法審査会の場で国民投票法の改正論議を先生方が議員立法としてなされるということが当時の当然の前提でございました。もちろん、それが閣法として出てくることは禁止はされておりませんけれども、この附則11条の直接の名当て人である国は先生方ご自身であるというふうに考えられます。他方、現在の憲法改正国民投票法103条の下における地位利用として、特に公務員の場合、教育者の場合、教育者といっても大学の教授の場合、それ以外の教員の場合について、具体的にどのような行為が地位利用に当たるのか当たらないのかということのその研究については、法律はもうすでに制定されているわけですから、本法が施行された場合の時のことを考えれば、執行官庁においてそれぞれの役所が、それぞれのご判断で、当然なされて、いるでありましょうし、またなされるべきことかと思います。ただその際には、国民投票法がこの場で議論され制定された際の立法者の意思、立法者において示された、例えば教団において、賛否の勧誘をなさるとか、そういうことは基本的に地位利用に当たるのではないのか、それに対して地域の集会において、いくら教員あるいは公務員といっても自らの意見表明をされた場合にはそれは当然に当たらないのではないのかといったご議論はなされていたと存じますので、そのような立法者の意思を踏まえられて、各省庁においては明確なその具体的な切り分けというか、そういう準備がなされていくのではないかと拝察します。笠さん、いいですね。はい、それでは最後に竹政委員からお願いいたします。はい、今の質疑でまたある面すっきりしたというふうに思っておりますが、すでに、当時の自民党さん、公明党さん、この修正要項ということで、全面適用除外ということで当時民主党とも一致をしていたところが、併合修正案というような形で、これが成立をしたわけですけれども、附則11条のまず冒頭は、国はこの法律が施行されるまでの間に公務員が国民投票に際して行う憲法改正に関する賛否の勧誘その他の意見表明が制限されることとならないようと、うんぬんかんぬんの検討を加え措置を講ずると、このやはり前提ということをですね、改めて今確認をされたというふうに思いますし、地位利用については103条で規定をされているということが、改めて本法で、そうした懸念については払拭をされているというふうに思います。それでは笠井さん、いいですね。札立ってるけどいいですね。はい、どうも。以上で公務員の政治的行為の制限と国民投票運動をめぐる問題についての自由討議は終了いたしました。
次に国民投票の対象拡大について自由討議を行う予定となっておりましたが、すでに予定の時間を超えておりますので、お諮りをいたしたいと存じます。国民投票の範囲の拡大についての議論は、次回に譲ることといたしたく存じますが、ご異議ありませんか。はい、ありがとうございました。それでは次回以降にこれをすることといたしまして、次回は広報をもってお知らせをいたします。本日はこれにて散会いたします。ありがとうございました。